ナチュガールメンバーで日本各地を旅して回ることになりました。はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です、はい、今日はですね、前回動画でですね、紹介させていただきました、はい、茅ヶ崎キャンピングカーフェスの方にやってきました、はい、前回もちょっとご紹介させてもらったんですけど、今回の企画、はい、1年の企画としまして、はい、今までモーターズでは車両紹介メインにさせていただいたんですけど、はい、実際乗ってるところも見ていただいて、はい、本当にこの車の良さっていうのも、キャンピングカーの良さであったりとか、そういうのも知っていただきたいなと思って、今回オートワンさんに協力いただきまして、はい、はい、1年間させていただくことになりました、はい、動画に関しましては、うん、月3本ぐらいのペースで1年間やらせていただきたいなと思いますんで、はいはい、うん、一応ですよ、5の月を5の月日に公開していこうかな。5、15、25、はい、頑張って公開していきたいなと思います。だいぶヘビーですね、10日に1日、頑張って、ずれても怒らないでください、はい、なるほど、はい、一応目標で頑張ります、はい、モーターズ、もうスペシャルゲスト紹介させていただきます、はい、はい、ナチュガールの森風美さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。森風美です、はい、こんにちは、うん、僕は履けますね、はい、はい、よろしくお願いします。ナチュガールの編集長をしております森風美と言います。ナチュガールというのは女性のためのアウトドアウェブメディアで、女性のアウトドアライフをみんなで応援していこうっていう感じの、まあ、ちょっと部活動みたいな、うん、ユニットみたいな感じなんですけれども、うんうん、今回なんとこちらの宮殿くんの車両をお借りして、はい、ナチュガールメンバーで日本各地を旅して回ることになりました、うん、はい、イエーイ。ナチュガールのメンバーはですね、普段キャンプしたりとか車中泊したりとか、あとは山登りが好きな子、うん、自転車が好きな子、はい、ダイビング、釣り、スノーボードもいろんなありとあらゆるアウトドアを楽しんでる子たちがいるので、うん、はい、多分宮殿くんのまた違った魅力だったりとかもお届けできるんじゃないかなと思います、うん、はい、今回ですね、はい、宮殿くん、オートワンさんはもちろんなんですけども、今回オートワンさんだけではなく、なんと横浜タイヤさんとカロッツェリアさんにもご支援をいただいてます。なので、タイヤだったりとかナビとかも後でちょっとご紹介させていただきます、うん、はい、宮殿くん、ナチュガールが旅するっていう風になって、どんな車内になるのかなっていうところが気になるところだと思うので、はい、私も今日は使い方を教えていただきながら、うん、はい、皆さんに宮殿くんの車内をご紹介したいと思います、はい、今回宮殿くんのベース車両って何なんですか、はい、うん、今回はですね、スズキのエブリィ版の方がベースになってまして、グレード的には4駆のジョインですね。4WD もですね、パートタイム4駆になってますので、普段は2駆で走っていただいて、ちょっと不安を感じたりとかしたら4駆にしてもらうと、燃費的にも非常に伸びるような仕様のお車になってます。じゃあ軽自動車だけど、うん、いわゆる貨物車の方ですか。そうです、うん、貨物扱いの4ナンバーになりますね。一応ナンバープレートは4ナンバーになっております。1ナンバーにしてもらってます。はい、はいはい、1番取ってますね。でも軽自動車だと、私も普段軽自動車で車中泊してるんですけど、はい、燃費も結構良かったりとか、うん、高速代がかかんなかったりとかするので、ちょっとお財布に優しくて安心しました。そうですね、任意保険も船賃も高速代もその辺は、ね、かなりお安くできると思いますので、うん、使っていただきながら旅していただきたいと思います。一応今回貸し出す車両はですね、一応ホワイトエディションといって、中が白家具になっているものと、はい、白レザーの方がパックものになってまして、じゃあ外はカーキ色だけど、はい、中は白がちょっとテーマになってる感じですね。そうですね、ホワイトエディションというようなパックものになってます。通常こちらのようにですね、4人乗りの状態、普段は軽自動車4人乗りになります。でベッド展開する際はですね、こちらの方のレバー倒していただいて、はい、はい、これもテーブルとして使うことも可能なんですね。おー、本当だ。でこの紐を後ろ引っ張っていただくと倒すことができますので、そのままマジックテープ剥がしていただいて、ヘッドレストを少し伸ばしていただきます。そうするとフルフラットの状態になりますので、一応こんな形で、あ、はい、片方の席ずつこうやってベッド展開ができるんですね。そうですね、ジョインの場合セパレートになってますので、両方ともベッドにもなるし、片側だけベッドにすることも可能です。でそのままですね、後ろの方来ていただくと、まあ、通常も4人乗りになってますよね。ここに荷物を置いていただいたり、ここにも荷物を置くことができます。おおよそここはですね、3、4キロのもの乗せるようにしてください。電子レンジがついてる。はい、あとは食事の時に使うテーブルにもなります。
で、この中にですね、旅行の時必ず使うようなものですね、インバーターというものが入ってます。2000ワットまでの家電が使えるものになりますね。2000ワットまでいけちゃうんですか？はい。だから、くるくるドライヤーと電子レンジぐらいは同時に使えるかと思いますので、12ボルト電池から100ボルトに変換する機械をインバーターって言います。はい、使うときだけここのスイッチをオンにしてください。そうすると今電子レンジが起動したり、あと下のコンセント2口余ってるところ、そういったところも、あ、ここ、はい、使うことができます。ここにもコンセントがあります。で、その白いコンセントはですね、外にもつながってるんですね。ここの出力になります。ここにもコンセントがあります。おー、すごい。アウトドアとかで、釣り、夜釣りをするときに電気が欲しいとか、いうことあれば、そこから取ってもらってもいいと思います。給電くんって、うん、どうして給電くんっていう名前になったんですか？やっぱりこう、電気周りを充実させて特化した車で、ロスなく給電して、ロスなく充電させたもの。溜まった電気を2000ワットに変換したりすることが、すべてものをロスなく、スムーズに充電、放電できるようにしてます。充電自体は、走行充電だけなんですか？そうですね。エンジンかけた時の走行充電。はい、エンジン切れば、今勝手に、ソーラー充電が始まってます。あ、上にソーラーがあるんですね。はい、あとはキャンプ場とか RV パークとかで使っていただくこの外部充電ありました、はい、こちらに線をつないでいただいて電源付きのキャンプ場とか RV パークだとここからも充電ができる。充電ができる。で、充電は3つになりますね。ちょっとこれ展開してみてもいいですか？はい、どうぞ。ここですよね。はい、こうで、あ、え、軽い。これのまま押す。はい、そうです。おお、なんだ。ビリビリ。おお。で、なるべく後ろにこうくっつけて、はい、綺麗。で、ヘッドレストも伸ばしてから、マットを、あれ、向きがある。ここが角が取れてる方が角です。はい。おお。あ、簡単。できました。ちょっと早速乗ってみます。よいしょ。はい。よいしょ。初乗車。ホワイトだからすごい華やかですね。明るい車内が。そうですね。車内だいぶ明るくできているので、で、屋根が白なので、内側も白になりますから、だいぶ明るくなります。明るい。はい。そしてふかふかで、ちょっと寝転がってみますね。多分みんなが一番気になるのはこの車内の長さ。私、165センチなんですけど、足伸ばしてしっかり寝られます。男性もいけそうですよね。180で、最大198まで取れます。え、すごい。はい、2メートルの人も寝られます。はい、さらにですね、この横に寝るだけじゃなくて、上ポップアップで上がってるので、立って着替えできます。全然余裕。なんなら手が伸ばせちゃいます。見えるかな？広い。天井もね、今2メーター超えてますからね。あ、はい、そうなんですね、はい。やっぱり2メートルの人も泊まれます。はい、でベッドを作るときはですね、この上にあるこの床ありますよね。あ、なんか板があります。はい、ね、はい、2枚いっぺんにそのまま持ち上げながら後ろに持ってきます。持ち上げながら、はい、あ、こういうことか。はい。おう、これで上がって閉じるってことですね。はい、で、上がるときはですね、このシャワーノズルのところは、ここはね、何キロかけても大丈夫ですから、足かけて登ったら最後の1枚を締める形になります。こうですね。はい。上は、マットはないので、自分で好きなマットとかお布団敷いてもらって、あっちは足にして、こっちは頭で寝られるそうです。こう来ると。下で2人も十分眠れるんですけど、上で一人、下で一人みたいな感じで寝るとかなり広々快適に行けそうですね。いや、でもこれだったら上二人寝て下二人寝てみたいな最大4人就寝ってことですよね。そうです。ちょっとガールズでやってみようかな。あとほら犬とかがいたりすると下だけだと狭かったりするから、はい、上でも寝られるのめっちゃいいですね、はい、暑さ問題っていうのはだいぶ軽減して上から熱気は抜けてくれるので、うん、はい、ポップアップがあるっていうことは広いのもそうなんですけど暑さも相当軽減してくれます。いいですね。空気が回りますもんね、はい、メッシュ で、はい、これシャワーノズルって言いました。あ、はい、一応こちらの方なんですけど全体的にシンクを押していただくとカチャッとここ押してください、はい、そうするとこういった形でシンクが出てきますので、おー、でこちらはですねシャワーノズル外で使う方も多いんですね。この辺まで出して使うことも可能になります、はい。タンクはどこに来てるんですか？タンクはですね、このバンパーの裏側、こちらですね、こちらの方に10リッター。ここに？はい。タンクが付いてますので、そちらで使っていただく形になります。ここの排気は下に流れてる感じですか？そうです。ジャッジタンクっていうのをお付けしてますので、こちらですね。はい。こちらの方をお付けしてますので、はい、通常はこちらの方下に置いといて、排水タンクとして取ってくださいね、なんですけども、はい、皆さんこちらの方、ここに10リッターになってますので、はい、
お水を汲んできてここに10リッター入れる方もいらっしゃるし、この排水タンクっていう名前にはしてますけど、こちらに入れる方とか、あとここで直接10リッターお水をこういうふうにアウトドアとかで使う方もいらっしゃるので、排水に関してはですね、マナー的なことなので、皆さんどんな形でも折りたたみのバケツ等で取っていただいてもいいと思います。こういうふうに収納されてるシンク珍しいですよね。はい。これを真下に下げる感じです。下げる感じ、はい、あ、こういう。はい。そうすると閉まる形になります。はい、おー。寝るときはこれがカーテンな感じですかね。そうですね。で、秋小屋の方のフロントの方も、ホックで、全部でホックで止まるようになってます。こちらの方で止める形になります。スナップボタンなんだ。じゃあこっちも外していただいて。じゃあちょっと失礼します。これで、こっち、こっちと。簡単。あ、すごい安心感ある。で、後ろはどうなってるんですか？はい、ボタンを押しながら開けます。あ、ここ開くんだ。はい、リアの窓がこうなってんだ。はい、すごい。でその時にですね、閉めるときはそのままロックするんですが、はい、全部ロックと途中でロックができる2パターンのロックになります。指が入るぐらいのロックもすることが可能になります。これ引っ張ってきていいんですか？手前にそのまま引っ張って大丈夫です。引っ張ってきて、これで半ロックがかかって、はい、ちょっと空気流れるぐらい。はい、上のレバーですね、はい、それを下げてもらうと、そのままストーンと下げてもらいます。網戸になります。で今度は両サイドを握っていただいて、はい、そちらも上にも網戸持ち上げます。5段階の、ロック機能がついて、途中で止めることも可能です。あ、手を離してもらうと、カチャッカチャッと止まる形になります。はい。5段階で、ね、止まる形。すごい。で、それ、シェードを閉めておいていただくと、表面が銀色になってますので、遮光にもなってますので。この状態で。はい。すごい。でしかもここにさらにカーテンもついてるんですね。網戸にした時にやっぱりカーテンが欲しいっていう方もいらっしゃるので二重になります。モーターそしたらですね、こちらの方今度はしまい方ですね、はい、しまい方はこちらの方のね、シャフトこれありますね、こちらをクランクにしていただきます。でそのままですね、巻き上げる方向、おでこれの延長線上で巻き終わり、人が入れるぐらいのところ、この辺まで行ったら、うん、このネジを緩めていただいて、ちょっと固く締まってます。いただいて、一回閉じます。で、ここでネジ締めます。そしたら、これ内側に来ていただいて、そしたらですね、こちら、ここにパッチンと止まるものがありますので、こっちを押します。こっちもここにパチンとはまるんですが、この時に足が内側に入るように。はい、おー、逆だ。そう。で、はい、押し込んでください。はい。これでもロックが完了になります。で、この赤いベロがですね、今向こうもこちらも出てるんですが、それが出なくなるところまで巻き上げてください。おー、閉じた。ぴったり閉まります。いい、はい、で必ず閉まうときはスクリーンは閉めてくださいね。はい、でこう、はい、こう、こうか。そうです。よいしょ。でこれで挟まってるのとかをこうした方がいいですか？あ、うん、もうね、そのままあ、これでいいんだ。そうそう。で外に生地がいかないように内側に入れてあげればいいと思います。今回はですね、パイオニアのカロッツェリアラクナビですね、こちらの方をパイオニアさんの方から協賛いただいております。はい。日本ではですね、一番使いやすいラクナビ、お客様の方からもだいぶ評判なので、うん、今回使わせていただいております。通常ですね、7インチワイドのナビゲーションなんですが、うん、長旅をされるっていうことなので大きな画面の方もご用意していただいたりですね。嬉しい。後ろも同じような形で、大きなモニターの方がつくような形になっております。一応こちらの方はですね、ナビゲーションはもちろんなんですけど、こちらナビですね、はい、切り替えていただくとドライブレコーダーの画像になったり、テレビの画像も映せる形にもなります。後ろのこのテレビなんですけども、サブバッテリーをから電気を供給してあげて、停車中でもテレビが見れるように、そういったことができるような形になっておりますので、例えばこの状態で今エンジン切ります。はい、今エンジン切ってるんですけども、サブバッテリーから電気を供給してあげてるので、車内でもドライブレコーダーと、音楽その辺も全部聞けるようになってます。今現在ですね、電源オンになってるんですけども、一応こちらの方にスイッチがありまして、はい、サブバッテリーから来た電気を止めるときはこちらの方を切ってもらえれば、モニターが全部消える仕組みになってるので、就寝時はこの状態でお使いください。そこで切ればいい。はい、今回もですね、タイヤの方、横浜タイヤさんからの提供いただきましてですね、このブルーアースから待望のですね、キャンパー仕様
やっと出ましたね、こちらね。使っていただければいいかと思います。このブルーアースのね、キャンパー、今回出たキャンパーに関してどんな乗り心地だったか、もうブレーキの効きはどうだったかとか、試してもらえれば安心に安全に旅することができると思いますので、いろいろと使ってみてください。神奈川県民なので嬉しいです。そうですね、こちらね。はい、嬉しいかと思います。はい。横浜さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちなみに LT って何ですか？この LT っていうのはですね、エブリィ自体がバンなので、はい、ライトトラック用、バントラック用っていうことで、必ずこの LT タイヤじゃないと車検も通りませんので、もう本当に LT のもので、ブルーアースの方からキャンパー仕様が出ましたよっていうのが、今回、ビッグニュースになってると思います。これからまた1年間、この車で旅してください。安全第一でまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お気をつけて、いってらっしゃいませ。受け取りました。じゃあここから1年間頑張って旅をしてきます。ちょっと1日練習したいなって思ってるので、はい、遊んでいろいろカスタマイズしてからそこから旅に出る予定です。ということで行ってきます。いってらっしゃい、気をつけて。はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。します。はい、気をつけて。よいしょよいしょ。じゃあ行ってきます。はい、気をつけて。はい、よいしょ、行ってきまーす。気をつけて、安全運転でーす。はい、ということで到着しました。ここで今日はリンさんと待ち合わせてます。リンさんこんにちは、ヤシミリンです。よろしくお願いしまーすということで今からリンさんにこの宮殿くんの車両を運転してもらって、そこでリンさんにもね車両紹介をしようかなと思ってます。運転しやすそう。そう、全然運転しやすかった。じゃあ早速、はい、鍵が多くてあれだけどこれです。これです。はい、お願いしまーす。行きまーす。はい、そう、そこそこ、ここだね。オッケー。あっちね。慣れない車だと。慎重に。ゆっくりゆっくり。よし、こっちね。はい、そっちです。はい。なんかちょっと。レッツゴー。あ、見やすいね。普段乗ってる車は何なんだっけ？日産 NV200。もっとね、商用版みたいなので、もうちょっと大きいやつ。大きいやつね。うん、比べてみてどう？なんか今んとこ、見やすさはなんか同じような。感じ。視界は良好。視界は良好。そしてコンパクトだから細い道とかはこっちの方が運転しやすいんじゃないかな。おお、いいねいいね。ちょうど船がちょうど見えてきた。夏だからね。ね、なんか踏み込みが重く感じる普段よりは。あ、グってなる感じ。グってなる。これはあれかな、馬力の問題かな。そうかもね。うん、一応軽ベースだから、まあ 慣れと。切り返しのタイミングがちょっとあるかもしれない。軽、ね、ってあんまりそうかもね、運転し慣れてないから、うん、もうすれ違い、すれ違い、はみ出ません。すれ違っても大丈夫。さあちょっと山道に入ってきますよ。山道入ってきました。登れます？はい、登れます。一応ね、四駆にもできるんだ、うん、あ、そうなんだ。そう、なんか山道の運転って私もともと慎重派だから、うん、ゆっくりが好きだから、そんなにこう馬力的にはないけどちょうどいい。お、ここの駐車場。あ、こことか引っ掛けていいじゃん。あ、そうだね、ここにしよう。はい、ということで運転お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった？あのコンパクトなんで運転しやすかった、すごく。あ、山道も安全運転でした。安全運転できました。今回私たちがナチュガールで日本全国を旅する車がこの宮殿くんです。イエーイ、宮殿くん。改めましてだけど、すごい。ちょっとね、リンさんは運転するときにめちゃめちゃ後ろ気になったと思うんだけど、うん、実際に荷室の様子だったりとか車内と、うん、あとベッド展開とかもちょっとご紹介したいなと思うので、うん、早速中見に行きます。見てみましょう。じゃあ早速開けてみようと思います。ガラーンガラーン。おお、これどうなってんだろう。これテーブルだよね。そう、テーブル、棚。そっか、宮殿くんだからこういうのも使えるんだね。そう、なんだろう、電子レンジ。電子レンジ、上がね開くの。すごい、こんなコンパクトな車に電子レンジ収まってるとは思わなかった。これは出せると。そうそうそう。で、ホットプレートと。そうなの。もう、これで全然調理できちゃうんだね。ね、十分だよね。十分だね。コンパクトなのにちゃんと設計すると、こうやって家電も開けちゃうんだね。ここも開けれるのかな？収納もある。収納もあって、
で収納は両方あって前にもあるんだね。そうなの。収納はすごい1,2,3,4,5,6 箇所もあるんじゃない。水もあるの。そう、ちゃんとね、蛇口もついてるの。え、すごいね。え、このコンパクトカーでこれはすごいね。でさ、ちょっとさ、今、この日陰にさ、蚊が結構多くて、刺されるぞ。刺されてるんだけど、その、はい。あ、これね、まだね、薬剤をセットしてないんだ。あ、一回消して、上と下で分離して開けます。はい。どうかな。はい。はい。で、キャップを開けて、キャップを開けて、キャップの収納が本体の裏にあるので、本体の裏？あ、キャップの収納が。すごいね、なくさないで済むと。そうそうそう。おお。薬剤をセットして、セットして、こうね。はい。で、うんうん、オンにすると。車内で使っちゃいけないので、ちょっと車内はダメなの、ね。足元とかに置いて、こうか。覗かない。覗かない。期限金。これで出てくるはず。守られた。あ、出た。出た出た。これでね、あの半径 3.6m。すごいね。バリアされるから、もう軽自動車1台分ぐらいだったら余裕でこの1個だけでいいの。あ、本当だね。屋外用ね。そうで、しかも、覗かない、触らないってなってるんだけど、覗いたり触ったりするとセンサーで自動で止まってくれるんだって。それこそ子供とかワンちゃんが間違って覗いても止まってくれるなら安心だね。そうなの、そうなの。そうで、なんかもともとかっこいいって名前で、私も黄緑色のやつもしてたんだけど、あ、そうそうそう、黄緑だったよね。そう、最近なんかアースカラーとかこういうちょっとおしゃれっぽい色で出たりとかしてて、黄緑だとさ、ちょっとね、悪目立ちするから。そうそう、自然に馴染む色でいい、ね、いいよね。モーターベッド展開してみようと思います。はい、前から板に合わせて、そう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 。へー、面白い。すごいね、小スペースだけど考えられて収納されてるね。そうなの。こうか。ほいほい、完成。お邪魔します。いいねいいね、高さもあるし広さも十分。兄さん身長いくつだっけ。165です。あ、全然余裕だね。全然余裕。なんと、4人乗れます。4人乗れんの。天井見てもらうと分かると思うんだけど、はい、そこがね、ポップアップして。すごい。じゃあ、いよいよポップアップします。はい、手動だそうです。はい、せーの。おお。あ、た、途中からは軽くなる。なんか最初ちょっとこう頑張るんだけど、なんかあるゾーンに行くとふって上がった。上がった上がった、バッチリだね。いいなぁ、ポップアップ。みんな寝られるのがいいよね。ねえ、いいね、いいね。ああ。あ、すごい、全然風が違う。そっちの、そう、そこの電源ボタンを押して、そこがバッテリーの残量がわかるの。今はフル。上のとこに電気がついてるから、あそこの、これか。おぉ、明るい。いいね、黄色。黄色のライト。うんうん、ね、いいね。白黄色。うん。蚊刺された？刺されてない。効いてるね。効くんだね。うん、いつもだったらもう10箇所は刺されてる。一回の薬剤でね、一晩ぐらいは持ちそうな感じ。あ、そうなんだ。うん。ちなみにじゃあこれ何見れるの？これね、あの、カーナビと連携してて、前と同じようにあのテレビがこちらだけで見れたりとかする。すごい。娘とドライブするとき、飽きちゃうと泣くから、いつもなんかこうやって見せてるから、なんか手超プルプルするし。これめっちゃ便利そう。そう、チャイルドシートとかね、ベビーシートここに乗せて、後ろ見せて、でエンジン切ってもね、あのナビつけられるから、いいねいいね。そうそう、寝る前とかテレビここで流したりとかもできる。はい、ということで今回この宮殿くんという車両を借りて、ナチュガールメンバーでちょっとね、こう相乗りというか、乗り継ぎながら一緒に旅しながら日本全国各地を回るんだけど、ただね回るだけじゃなくて、いろいろミッションが用意されます。こういう感じでね、カードをみんなに引いてもらいます。例えば今ミッションカードって書いてあるけど、ここ行って何々しろとか、こういうことをしてきなさいとか、時々でいろんなミッションが森風味から出る時もあれば、あとはモーターズの編集部も森さんって言うんだけど、それは森さんなんだけど、普通の場合は私からミッションカードっていう形で出るし、あのモーターズの森さんからダーク森カードっていう形で、すごいあの過酷な旅だったりとか、何かしらが出るパターンもあります。こんな感じで宮殿カードっていう形で、まあ、せっかくねこの宮殿くんっていう車両、なんと2000ものバッテリーが積んであるということで、2000ワットのものまで使えるから、
例えばもうここに今ね、うんうん、電子レンジとかかもしれないし、うん、あとは各地でいろんな家電を使ってご飯を作ったりとか、うんうん、あとちょっとね美容のことをしたりとかわかんないけど、うんうんうん、そういう風にいろいろ家電で遊んでねっていう宮殿カード、うんうん、せっかくなんでね、うん、あとは、まあ、日本全国本当に、ね、海の幸山の幸いろいろあるので、うん、食材カードっていう形でいろんな食材を調理して食べるっていうのもあったりとかします、今んとこ楽しそうなカードだけだけどたまにダークなのもあるね、うん、そうそうたまにダークモリカードも来るというね、うんうんうん、楽しみ旅の魅力だったりとか、うん、日本のアウトドアの魅力をいろんな人にお届けしていきたいなと思ってます、うん、はいはいということで、はい、宮殿くんどう旅できるかなできます旅したくなったもうすでにえ普段も車中泊してて NV200 って、うん、これより大きい車で寝たりとか家族で行ったりとかしてるね、うん、そう大きいんだけど就寝スペースはそんなに変わらないぐらいで早速次回ね旅に行きたいところなんだけど、うん、次回はまだちょっと旅に出る前の予行編として、はい、車にプラスしたいアイテムを買い出しに行ったりとか、うんうん、ご飯を作って食べてみたりとかして、うんうんうん、旅に出る前の準備を、うん、車中泊と旅慣れしているリンさんにお願いしたいと思ってます、はい、楽しみ今回ね使ったアイテムだったりとかあと車両の紹介、うん、あとはカーナビだったりタイヤの情報は全て概要欄の方に載せているので、はい、そちらから見てください見てくださいはいということで、ナチュガールの宮殿させてもらえませんか、はい、日本全国旅次回の最後かな、うん、スタートは次回は準備編になるので次回スタートします、はい、皆さんぜひぜひツイッターだったりインスタグラムで応援してくださいそして YouTube でコメント欄で言ってほしいところとかやってほしいこととかもぜひぜひとお寄せくださいミッションカードの方で案が採用されるかもしれませんということで今回は以上森風美とやしみりんでしたバイバイ、 バイバイ思いますはい旅に必要なものを揃えよううんナチュガールで初島だよおお初島魚はいあピーラーはないので気合で薄くする薄くする モーターズチャンネルをご覧の皆さんこんにちは森風美ですこんにちはよしみりんです今回はナチュガールの宮殿させてもらえませんかパート2ということで準備編、はい、旅慣れしているリンさんに日本全国行くにあたって必要な装備だったりとかを相談しながらちょっと予行演習にご飯作ったりとかもしようかなと思ってます、はい、では早速今回出発地点になるナチュベースに向かいます、はい、おー楽しみお疲れお疲れしましたすごい今回はですねナチュガールの宮殿をさせてもらえませんかということで、うんうん、パート2は、はい、リンさんにちょっといろんなミッションに挑戦していただこうかなと思います、はいはい、真夏で日差しがすごいので、うん、オーニングを出してもらってもいいですかまず、まずはいちなみにですね、はい、今回はナチュベースというこれからキャンプ場にする予定の、はいオーシャンビューの場所で撮影しております最高です海大好きリアの上の中に収納があるんですがここですかそこですそこの中に棒が入ってますはい、はい、ありましたはい棒が入ってましたここにでそこに差し込んでくるくるします、はい、あなるほどでこれをね直角に直角に結構キコとできるので曲げてもらって、はい、曲げるこうそうですおほうほうほうそっち側も、うん、もう一回曲げて曲げる逆かな逆かこうそうほうほうでぐるぐるとどっちあこうだあすごいすごいで30センチぐらい出たら、はい、足を出すので OK、はい、そしたらここの内側のところに足が収納されていますはいここだこっちですそこを出すんだけど、はい、端っこのところも一緒に出てきます、はい、そこ出てこっちも出るって感じですなるほど同時にそうこうですねそうですはい伸ばすで足を伸ばすそうここか伸びました、はい、で閉じる閉じるこんな感じですか、はい、大丈夫です、はい
でそこからまたぐるぐる回して、またぐるぐる回す、前進していきます、はい、楽しい。そこにテーブルを設置してみようかな。はい、3パターン設置できるって言ってたやつですね。そうそうそう、これでまず足を短くして、はい、うんうん、これでいいのかな、びっくりしたね、ポコンといったで、そこの角をかける、うん、ここか、面白い、押しながら、押しながらでした。おー、来た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 、あ、いいね、いいね、こういう感じか、すごいね、便利だね。こんな感じで、だいぶ低いテーブルができます。ロー、超ローな椅子がいいかな、うん。うん。なんかちょっとしたティータイムにいいんじゃないでしょうか。モーターそれではですね、今回、はい、ミッションカードをご用意しました。初のミッションカード。こちらをお願いします。はい、ドキドキですね。パッ。旅に必要なものを揃えよ、じゃじゃーん、じゃーん、最初のミッションにふさわしいね。まだちょこちょこ足りないものがありそうなので、このカードのミッションになぞって見つけてこようと思います。リンさん的にこれは絶対積んどいた方がいいだろうなって思うものありますか、うん、食器類はまだ全然ないもんね、うん、食器類とか寝るのに必要な、そう、電気毛布とちょっとした毛布とか、うんうん、ちょっとじっくり書き出してみる、うん、そうだね、うんうんうん、まず何が必要かっていうと、せっかく電化製品を使えるから、まずお料理系、電気ケトルと食器類、寝るのにシュラフか毛布かわかんないけど寝具、あと女子旅なのでヘアドライヤー、ヘアドライヤーはね、せっかく電気使える車だから。何欲しい？サランラップとかキッチンペーパーとか。ちなみになんだけど、うん、食器言ってくれてたじゃん、うん、カトラリーがもう準備されていて。あ、そうなんだ。あれ？それカトラリーはありました。かっこいい。じゃじゃーん。じゃじゃーん。なんと、フォークとスプーンとナイフ。セットになってて、なってる、しかも名前を入れてもらってるの。今回、モーターズチャンネルなので、ここナイフに、すごー。モーターズっていう名前と、うん、あと他のやつもね、うん、ナチュガールって書いてある。入れてもらってまーす。いいね、いいね。オリジナリティありますね。かっこいいね。そうなの、うん、コンパクトだしいいよね。3人前まではあるんだね。それ以上の場合はお持ち込みくださいだね。黒いやつもかっこいい。かっこいい、いぶし銀みたい、うん、うん、渋くていい色、コンパクトだし、プレゼントにもいいよね、名前が入ってて、ね、キャンプ好きの人だったら特に喜びそうだし、あとなんか初めてのキャンプの時にお子さんにとかもありかもしれない。あ、いいね、いいね、お持ちに名前彫ってもらえるしね、うん、食器はね、うん、実はこの、 あの給電区のオプションで、はい、後ろにリュックがあるんだけど、あ、はい、あ、全然こちらでこと足りますね。まな板もあるし、お皿あるし、塩コショウ入れもあるし、栓抜きのコップもあるし、カトラリー、あ、だから3人以上でも持ってこなくて大丈夫、カトラリーもあるし、でちょっとこのね、こっち側のところがクーラーバッグみたいになってて、ここ、うん、食材とかも入れられちゃう、うんうんうん、レジャーシートもついてるし。ほとんどじゃあ食器類はいらないね。大丈夫そう。 OK OK。意外とだから消耗品が必要なのかもね、うん、そうだね、そうだね、消耗品が多いかもね。なんとなく大体揃いそう。あとなんか洗濯物干すやつとか、突っ張り棒を買うと、うんうん、ここのね、取っ手みたいなところが2個あるんだけど、うんうん、ここに下げて洗濯干せるんだって、はいはい、あ、いいね、いいね、突っ張り棒とその干すちょっと、うん、ピンチ的なやつ、うん、ここいいよな、こうやってちょっと物下げたりとかも。本当だね、便利。あとね、そんなのかしら、温度計買いたいの。温度計、そんな感じかな。結構これだけあればほぼ手ぶらで来れるんじゃないかな。じゃあ買いに行きますか。イエス。ここはナチュベースという名前でキャンプ場にする予定ですが、ご覧の通り今は鳩しかいません。行き先を探すで、はい、間違えた。真ん中のここにある100円ショップ。100円ショップ、うん、キャンドゥ、キャンドゥでいいね。
はい、暑い日の車中泊対策って何してる？ちっちゃい娘がいるから、真夏 やれてないんだよね。ああそうだよね、危ないもんね。そうそうそう、だからいいシーズンしかやれてないんだけど、まあ、大人だけだったらあの扇風機とか結構持ってくのと、保冷系のものとかね持ってったり、首に巻くやつとか、あ、ね、そうそう、水でヒヤッとするのとか、あと凍らすのとか、ちびっこちゃんいると真夏真冬はできなくて、運転慣れた？慣れた、もうスイスイ快適です。なんかブランクがある人とかでも運転できそうだからいいよね。そうだね、このコンパクトさなら、なんかせっかく車中泊するなら私も運転してみようかなみたいな人でもいけそう、お腹減った人、はい、はい、はい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 、めっちゃ減ってんじゃん。そうだな、でもせっかくほらこうやって車で回ってるからさ、ちょっと一発目のご飯をドライブするなんていかがでしょう。いいんじゃない、ドライブ旅ですからドライブスルーしましょう。じゃあもうマクドナルドでドライブスルーをします、安定のマクドナルド行きましょう。はい、街まで降りてきました。はい、だいぶ街っぽく賑やかね。ね、見て見て、初島だよ。おお、初島、初島いいね。お腹減った、お腹減った。高さ 2.5 メートルだから、これでこの車ね、そう2メートルだから全然大丈夫。はい、ゲットしました。手冷た。よいしょ、これで後ろに行くと。なるほど、いけちゃうのね。いけるよね。あ、全然いけちゃう。いいね、ウォークする。あ、いいね、いいね。はい。一回外出なくていいの、いいね。初、まさかの、そう、初食事がマックになってた。まさかのだけど、しょうがない。いただきます。いただきます。生き返る、生き返る、染み渡る。棚がさ、いろんなとこにあるからさ、置いて撮影しやすい。完成したばっか、これ。そう、このために作ってもらったの。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかった、美味しかった。安定の良さだった。安定の良さだった。じゃあ、100円ショップに向かいます。はい、買い物行ってきます。お買い物行ってきます。いらっしゃい。買いました。意外といっぱい、意外といっぱい買えた。続いてどこに行きますか？家電行きましょう。じゃあ家電屋さんへ行きます。イエーイ。いやでもドライヤーは欲しい。そうね、ドライヤーは急務だね。意外と海の跡とか、そうだね、キャンプ場でもドライヤーないとかあったりするから。そうだね、キャンプ場ほとんどないよね、ドライヤー。よいしょ、到着。バッチリバッチリ。よし、じゃあ家電屋さん行ってきます。いってらっしゃい。よしよし、買い出し OK。 次は食料だ。食料もですね、ミッションカードというか、なんと宮殿くんカードが用意されております。はい、まず今回使ってほしい食材はこちらです。ドルルルドルルルッタン、魚。はい、この辺ちょっとね、お魚が美味しいので、魚をまず使ってください。はい、やっぱここに来たら魚でしょう。はい。じゃ魚カード置いていただいて。はい、まだあるのか。まだあります。ここに3枚のカードがあるんですが、はい、この調理家電を使って調理してください。いい？うん、はい、じゃじゃん、電子レンジ。おー、電子レンジで魚。電子レンジを使って一品夜ご飯を作ってみてください。了解です。ちなみに他の選択肢こんな感じでした。他のは何だったかというと、炊飯器とホットプレート。はい、じゃあ早速お買い物に行ってきてください。じゃあ食材買いに行ってきます。魚と電子レンジ。スーパーマーケットやってきました。今からお買い物行ってきます。レシピ考え中。レシピ考え中。とりあえずネット検索。モーターズ。はい、買い物から帰ってきました。いろいろと購入したので、ぜひちょっと見ながら紹介していきたいと思います。ポップアップしちゃう。うん、テーブルつける。あ、テーブルね。OK。 こうか、こう。うん、はい、
まった。いい感じ。いい感じ、いい感じ。ベルトを外して、ベルトを外して、ぐいっと。ぐいっと。せーの。おいはい、上がった。上がりました。入りました。窓も開けましょうか。はい。はい、開きました。よいしょ。はい。はい、開きました。はい。はい、じゃあ買ったものを紹介してください。はい。まず家電は何を買ったかというと、扇風機。こうクリップ式で。好きなとこに挟めるタイプにしました。いいですね、うん、ここ、あ、いいじゃない、涼しい涼しい。電化製品2つ目はヘアドライヤーです。ドライヤー、うん、あのまあ比較的コンパクトで、でもなんかちっちゃすぎると風量弱そうだったので、スリムなのでしたね、うん、スリムタイプだけど風量もある、うん、ようなものを選びました。はい、どこにしまう。ここ入らないかな、どうだろう、入るか、お、入った、ぴったりじゃん、ぴったりじゃん。じゃここにしよう。そこにじゃケア用品とかを。そうだね、ケア用品とかし。先に何を買ったかというと、じゃん、滑り止め、車内ね、滑るから、ね、滑り止めです。しかもちょっとお花で可愛らしいタイプを選びました。ペーパータオルです。お料理でも何でも使います。はい鏡、ちょっと今電池入ってないんだけど、電池入れるとライトになります。はい、アルミホイル、アルミホイル必要だね、料理、うん、キッチンバサミ、はい、はい、温度計、マグネットでつくんだっけ。マグネットでつくはず、車体にはつく、そこが車体なの、うん、そうそうそう、車体にはつく。スポンジ、洗剤まだ買ってない、エコ洗剤探さない。コップ、はい、シリコン薄型、シリコン薄型コップ。これは台拭き、うん、ストックバッグ、ストックバッグ、はい、綿棒、綿棒、アルコール、ウェットティッシュ、絶対いるもんね、絶対いる。ゴミ箱かわいい。で最後に iPhone4 です。 OK、 であとこれまだね、靴入れ、何、靴入れ、あ、靴入れ、うん、以上100均コーナーでした。足りないものは徐々に買い足していく感じで、とりあえず必要なもの買いました。じゃあちょっと収納していこうか。そうだね、セットしてきます。ちなみにこの辺に揃ってるといいよね。あ、ペーパータオルがね、ここに入るんだって。へえ、便利じゃないですか。あ、でもここに物がこういう感じね。そういうこと、そういうこといいじゃない、すぐこぼした時にすぐ出せる。キッチン以上かな、以上ですかね。はい、衛生ケアどこ行く、ここ、ここにのコップ、コップ、これやね、うん、歯磨きコップ、そう、ここ、ここ、うん、ここに温度計が来ました。今の温度は、今の温度は29度。これが、これが突っ張り棒、洗濯物を干したりするのにこうやってかける、そうそうそう、洗濯干したりとかもそれでできちゃう、うん、で前もできるんだって。前はここ、前もできた。 OK、 OK、 車の横のとこに突っ張り棒がぴったりだ。あ、ほんと、うん、ちょうどいい、しっかり入った。長物が結構詰めそう、ここいいね。どのくらい行くんだろう、前の座席までは入りそうです。はい、オッケー、オッケー。それでは、兄さんのお料理教室イエーイ。さっきね、お題が出たから電子レンジで作るっていうお題だったので、はい、あ、ありがとうございます。冷静的に今回水は使いますか。いや、豆乳だけはちょっと別のとこで洗ってこようか、うん、じゃあこれは今回使いません、使いません、はい、まず何をするんですか。まずは一口大に切ってみようか、一口で半分ぐらいに切ってみようと思います。シイラですかね、シイラ、マナズルさんのシイラを、キッチンペーパーに、キッチンペーパーの場所忘れてる人がいる。あ、そうだった、ここだビンビーとか言ってたのに、ベンビーとか言ってたの。シイラでも確かに初めて食べるかも、うん、なんかあんまり食べたことないかも。豆苗そんなにいっぱいいらないと思うんで、豆苗を育てたことある、あーある気がする、うん、豆苗簡単だよ。人参はピーラーで薄くって書いてあったんですが、ピーラーはないので気合い、
人参を気合で薄くする薄くする。リンさんのおすすめの車中泊スポットを教えてください。この間行ったのは富山のフォレスト、スターフォレスト、あ、スター、そうそうそう、不動産屋さんがやってる、あ、そうそうそう、そう RV サイトだよね。そうそう、そこがなかなか良かったんですよ。レシピ的にはクッキングペーパー使ってって書いてあったんだけど、ちょっとお店で売ってなかったのでラップで対応します。今のところ見た目はね、あんま良くない、うん、そうね、良くないね。首かしげながらやつ。それ何？めんつゆです。めんつゆ、まあ、シェフが愛情を込めてるんで豆苗もこのぐらいにしときましょう。はい。一応クッキングシートなら1分って書いてあったんだけど、サブバッテリーの電源をオンにしないといけないので、はい、こっちかも押して。なんか来た来た。つい明らかについた音がした。明らかについた音がした。私は1分じゃいけないと踏んでる。ちょっと今記念すべき第1回目の電子レンジ調理なんですが、3、2、1。音はいいです。いい音してる。いかがですか？なんか全然ダメだと思います。追加で2分いきます。バッテリーは電子レンジ使っても結構、そのまま残るね。みるみる減るとかじゃないんだ。あ、全然いきそうだね。うん、じゃあちょっとその間にカトラリーを準備して、はい、ご飯の準備をお願いします。はい。これはナチュガール、いいね、名前入り。名前入りいいね。これ名前さん、ちょっと私額が足りなくてさ、これブランド名が読めないんだけど読める？デフィニティリー。おー、かっこいい。さっきよりでもまずそもそもお皿が暖かくなってる。もう2分。なんかもうさ、魚の色ちょっと変わってきたよね。ちょっと割ってみますね。はい。ほら、お魚火通ったよ、ちゃんと。おー、いい感じ。いい感じ、いい感じ。シイラってこういう肉質なんだね。なんか、歯応えありそうだね。うん。美味しそう。完成急にキャラ変わったよ。美味しそう。美味しそう、美味しそう。家庭用の電子レンジじゃないからか、トータル5分。うん。やりました。はい。OK。はい。いただきます。はい。蒸し魚になってます。おいしい。淡白な白身魚なのであっさりしてておいしいです。個人的にはもうちょっと胡椒と、もうちょっと味のパンチがもうちょっとあった方が好みですが。お、すごい、綺麗に切れるね。いいね、私も食べたい。食べて。で、お、便利だね。ね、便利。いただきまーす。はーい。うん。本当にあっさりめ。あっさりだよね。うん。このめんつゆだけじゃなくて、やっぱり。やっぱりちょっと欲しい。なんかその、まあでも地元のね、お魚を、しかもシイラなんて珍しい魚種。そうだね。なかなか都内じゃ食べられないもんね。うん。でも美味しいです。よかった。ちゃんとジューシーには仕上がりました。今回のミッション、旅の準備と、そしてお魚料理と電子レンジ調理、はい、ミッション完了できましたか？できました。イエーイ、今回初めての予行演習というか、としてはもうバッチリじゃない？今回思ったよりいい感じにできたので、本当の旅でも自信が持てました。車中泊できそうですか？できそう、できそう、全然。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあお片付けしていこうと思います。ウェットティッシュって便利だよね。便利。手も拭けるし、食器も拭けるし、こうか、こうか、こうか、逆だった。いいね、いいね、便利。黒かっこいいね。かっこいいね。家族の名前掘ってもらったらいいよね。うん。で、忘れず、インバータのスイッチを切ります。はい、ね、ここ、さ、OK、で、ここも切ります。ここ
そこも切ります。オッケー。はい、オッケー。モーターはい、ということで、はい、準備ありがとうございましたありがとうございました楽しかったいやでもね、リンさんに買ってもらったもののおかげで、うん、これで間違いなく日本旅には、うん、とりあえず行けそう、うん、何もないナチュベース、カッコ仮に、うん、カッコ仮に私たちだけでひっそりと出発をすることになりました、はい、ここから1年間いろんなとこを旅して回って、うん、このナチュベースもね1年旅して帰ってくる頃には、ねうんうん、素敵なキャンプ場になってると多分大変身してしてるといいなっていう感じでいい今回使った道具だったりとかあとはこの宮殿くんであったりとかいろんなものは概要欄の方に貼ってありますのでそちらから詳細ぜひチェックしてみてくださいそれからね旅の様子だったりとかもツイッターの方で発信する予定なので、うん、それもチェックしてフォローしてください、はい、やってほしいこととか、うん、あとはここに行ってほしいよみたいななんかリクエストとかがあったらチャンネル登録した上でコメントとかいいねとかで教えてくれたら嬉しいです、はい、ぜひおすすめ教えてください、はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました行ってきます行ってきますレッツゴーレッツゴーこれをよいしょよいしょよいしょモーターも問題ない感じでハンドルは取られてる感じもあんまりない、ね、そんなにないちょっとこうはなるけど、うん、ちょっと今日風強くて確かにねそう風強いから普通の軽バンでも多分揺れるぐらいとあんまり変わらないと思うちょっとさ試しにさ、うん、クーラー全開にしてみていい、うん、どうぞあ全然変わんない変わんない変わんない、うん、変わんない切るねどうあ切った方が強いそこはまあ確かにね、うちの車もそう坂登るときは絶対エアコン一回切るあ本当うんそうなんだやっぱちょっとそこの差は出るけど問題ない感じ。370円。軽に、ね、安いね。安い。軽は本当高速代が安いのいいよね。ね、そこがもう意外と違いがあるよね。高速代も安いし、うん、税金も安いよね。あ、毎年そっか税金も安いか。軽で、あキャンピングカーだったら毎年自動車代5000円かな。でもこの車は普通に4ナンバーなのよあ、そうなんだそうでも新しいからちょっと安いんじゃない安いと思うてか普通のね、乗用車のサイズと比べたらだいぶ安いよね軽自動車とかで高速乗ったことない人からしてたらどんなもんかなと思う分だとまあ普段100キロ120キロで走ってる人からしたらやっぱ走らないなと思うような感じって感じかなあーまあ率直なところはそうかもね、うんでもこのキャンピング仕様だからどうとかっていうことはそんなに感じないかな軽自動車って感じで、うん、普通にいいことはいっぱいある、うん、安いし燃費もいいし燃費いいよね、うん、横浜幕張メッセに到着しましたで 3D あすごい見やすいねねよいしょこんにちはいただいていいですか。そんなのあるんだ。そうすごい。やっぱキッチンカーで朝食ももらえるって。はい。すごい。あそもびさんに連絡して車中泊の外エリアに入れていただけることになりました。ではあそもび実行委員長の小路屋さんに見どころをお伺いしたいと思います。あそもび実行委員長の小路屋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のあそもび2023 in 幕張っていうイベント、今年で3回目になるんですけども、今日のメインとしては、かなりキャンプギアが盛りだくさんで、今もまだ並んでますっていう状態になってまして、あとはフェイクトレーラーっていう大型のトレーラーで2階建てのトレーラーがありえるので、そこがかなり見どころかなっていうのがあるのと、あとやっぱりこういう軽とか普通の車両でも車中泊ができる車両がものすごいたくさんいっぱい並んでますのでそこがかなり見どころになるかなと思ってます花火ってどっちの方向に上がるんですか今日の幕張花火フェスはここに上がりますこっちいい眺めになるかなと思いますので、はい、ぜひ楽しんでいってください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますここは車中泊エリアでいろんなキャンピングカーに泊まる体験もできるそうですアソモビイン幕張メッセ2023にやってきましたもうね会場内涼しすぎて最高です、うん、早速会場内を見て回ろうと思うんですが会場で私がちょっとサオリンゴさんに買ってほしいものがあって、うんうんうん
前回第2話の方から旅がスタートしたんですけど、うん、みんなでなんかちょっと交換日記みたいなのを回したいなって思ってて、楽しそう。でなんかこう例えばアソモビのチケットだったらチケットを貼ったりとか、うん、でちょっと一言コメント添えて次の人に渡すみたいなことがしたいので、うん、それ用のノート、可愛いのがあったら買ってほしいのと、あとは宮殿くんの車内にこれがあったら可愛いだろうなみたいな飾りだったりとかがあったら、それもちょっと見繕って予算と相談しながらですが買います。はい、はい、では早速行ってきます。いただきます。車が可愛くてさ、キッチンカーね、ガーリックライスの素、美味しい、美味しいね、うん、人のトイレの前にペットトイレもしっかりあります。すごい、ね、なんだこれ、可愛い、初めて見た、綺麗だね。トルコランプ、あのアウトドアで使えるようにコードレスなのいいね。ね。そうなんですよ。トルコランプってコードがあったの。あ、本当だ。うわ、すごーい。すごい。ゴールゼロだ。入ってる。面白い。うん、かわいい。かわいいね。はい、これふみちゃんのじゃない？これ私使ってるやつ。そうだよね。うん。こんにちは。一個一個デザインが違くて同じものは一つもないそうです。そうなんだ。え、かわいい。すごい。こういうのにときめく？うん、すっごいかわいい。キャンプそんなにしないけどさ、これ見たらやりたいよね。やりたいよね。こんなの揃えられるんだったらやりたい。みんなが回るのに便利そうだな、これだけど、みんな喜びそうだな、こっち。ホットサンドかな。かわいいもんね。これさ、そう、すごくちっちゃくできるから、あの、軽バンの車内にも置きやすい。うんうん。こちらのホットサンドメーカーなんですけど、まずここの取っ手がくるくると着脱できます。すごい。で、何より女子的に嬉しいのは、うん、このホットサンドが1枚で作れる、うん、あ、パン1枚でいけるんだ。そう、2枚パンを挟まなくていい。ちょっと大きいんですね。そうなの、そうなの。で、さらに四角型、うん、なんか半分型でもできるし、うん、三角形でも作れるんだよね。それでこうなんだ。私どうやってこの形になるんだろうと思ったけどそういうことじゃない。あ、それでこれか。そうそう、そういうこと。面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、ホットサンドメーカー買いました。イエーイ。これで乗せます。美味しいご飯が食べられる。はいさいおじさん、はいさいおじさん、次の作まで食べるな。かわいい、ツールボックスだ。超かわいいよね。あー、そっか、ここで止めるんだ。面白い。はい、ネイチャートーンズさんでお揃いでそれぞれミニテーブル買っちゃいました。かわいいの。かわいいね。こんな感じです。ちょうどいいね。しかも火乗せて平気なわけでしょ。うん、すごいよね。北海道持ってこうかな。あ、持ってけるね、コンパクトだし。うん、こんにちは。こんにちは。めっちゃかわいいね。かわいい、おしゃれ。宮殿くんの車内もさ、ちょっとこういう感じに変えるのしたいよね。うん、かわいい。このなんか素材を使ってるのめちゃめちゃかわいい。現物見られると思ってなかった今日。ね、すごい。天才。あ、かわいい。小鹿さん。超かわいい。すごい。なんかちょっとハリーポッターみたい。超かわいい。うん、ほんとすごい。このランプの付け方もめちゃくちゃおしゃれ。ね、かわいい車がいっぱいです。じゃんけんグー。サオリングさんにも負けた。でも個人的にはこれが可愛いなと。可愛い。開け閉めできるんだね。あ、ポップアップになってる、三角形なんだね。可愛い。可愛いね。この車のフロント可愛いね。エブリベースかな。可愛い。あ、そうじゃない。これかわいい。面白い。あ、しかもこれを格納した上で上で塗られるんだ。すごい。すごいね。これテーマは星空を見ながらシャツ。面白い。かわいい。このシェードのやつかわいくていいですよね。そうですね。これ3ページいただけるとこれを差し上げます。ありがとうございます。かわいい。あ、これ見て見て、ポタデンにつけよう。あ、かわいいね。ポタデンにつけよう。このポタデンに作れてるところっていうのは、OEM 生産とか他社から、部品供給をしてやってるんではなく、自社内で設計生産、一括で全部やってます。これが
最初おすすめしていただいた2階建てのじゃないかな。噂の2階建てトレーラーだ。わ、広い。え、もう事務所だね。これは会社にできるんですか。おー、すごい。あー、めちゃくちゃ長いから大変そう。わあ、すごい。犬も来れるから犬用のグッズとかも結構あるね。かわいい。リード、かわいい。すごいね。すごい。ハンズフリーリード、いいよね。わ、バスコンできたんだね、こんな大きいの。フルコンバスコンだし、横引き出せるようになってるよ。すごい。宮殿くん5台ぐらい入っちゃう。いただきまーす。これ何？スパイス。下はサラダチキン。え、おいしい。少しずつ料理毎日あげれるように頑張ってるんですけど、いろんな投稿購入を。ありがとうございます。え、かわいい。コピーになるように。あ、かわいい。かかりがいいね。すごいさ、幕張メッセぶち抜きみたいなイベントとかよりはさ、コンパクトだから全然見切れるかなって思ったら、一個一個のブースの密度が濃くて、でしかも全然なんだろう、見るものが多い。全然だったね。もっと見たかった。面白かったね。楽しかった。宮殿くんに帰ってきました。ただいま。長旅お疲れ。わー、中は今は暑い。でもね、クーラーすぐ効くからね。うん、エアコンちょっとかけようか。あとほら、上ポップアップしても涼しいかも。あ、そうだね。花火の時ポップアップしたい。しようしよう。あと横のタープも出して。はい、ということで、アソモビー回り終わりました。終わったって言っても全然終わんなかったね。うん、全然見終わらなかった。もっと見たかった。めちゃめちゃ楽しかったです。今から花火大会の準備に入ります。うん、まず、ポップアップを上げるのと、オーニングを出すのから行きましょう。うん、一応一人でもこう、なんか伸ばしながらはできるみたいだけど、二、うんうん、人でやると。あ、下をずらしながらね。そうそうそう。よい。私の身長的にはかなり十分。いい感じ。よし、じゃあポップアップも行こう。イエス。はい。で、ポップアップは、まずそのベルトを外します。はーい。じゃあ、ポップアップあげまーす。はーい。よいしょ。あ、軽い。あ、高い。見える？見えたー。こっからも一応、立ち見だけど、花火見えそうだね。ほんとだ。虫とかね、すごかったらね、これとか、場所によっては横向きだったらね、よく見える。確かに確かに。そして、この、ピンのテーブルみたいなのはどうやって使うんだろうか。これはもう単純にまずここを倒した時の、うん、よいしょ、ここが硬くなる。待って、それさ、ヘッドレストつけたまま倒れるんだね。あ、そうそう、これいいよね。便利。一回外さなくていいんだ。しっかり倒れて、でここが柔らかいから、うん、それでここに板を入れることで なんかテーブル代わりにしたりとか置いたりとかできるようになってる。だからこういうポータブル電源とかもこういう風にここに置いたりとかね。あ、それはすごく良い。できるし、あとはここのよいしょ、輪っかのところはハンドルにはまるから、うん、なんかちょっと運転席でご飯食べたい時とか。あ、それいい。私も欲しい、これ。いいよね。欲しい。あとこれかわいい。そう、このポータブル電源めっちゃかわいいの。よいしょ、2号パワーのポータブル電源です。かわいい。これなんかちっちゃいのもあるんだよね。そう、これが一応この黄色いモデルの中で大きい方なんだけど、さらにちっちゃいモデルもあって、それも良かったよね。ね、さっき言ってたんだけど、私300ワットのちっちゃいサイズいいなと思って。モバイルバッテリーだとちょっとちっちゃいし、出かける時とかって持ち運びすっごいしやすい、ちっちゃいのも欲しいなと思う最近。思う思う。でもこれもね、あの、屋外で使えるように、うん、ほら、蓋が勝手にこう、いい。閉まってくれるし。それ安心。あとほら、USB も3口と USB C もついてる、うんうん。なんか強そうだし、可愛いし、いいね。上はやっぱり置くだけ充電。で、あ、ここね、あの、iPhone 置くだけで充電できるし。最高。あと、ここのさ、DC も別でほら、電源がついてるのがいいなと思ったんでね。うんうんうん、安心だね、なんか。AC だけさ、こう、オンオフできるやつはあるけど、うん、DC ができて、で、ここでどのくらい使えるかとかも全部表示が出るようになってる。見やすい。あと、ライト。ライトね。使ったことはないけど。まあ、なんか非常時とかはいいんだろうね。ね。あ、ここにもライチついてんの。あ、それいいね。面白いね。宮殿くんのいいところが、ここに DC 電源、シガーソケットついてんのよ。あ、ほんとだ。だから、こっから、ここに充電もできる。う
こんな感じでここにシガーソケット挿してあげて、ポタ電を前に持っていかなくても充電ができちゃいます。ここに置いた状態で充電できて使えてって感じで、車のバッテリーだけでもサブバッテリー2000ワットが積んでるから、うんうん、全然いけちゃうんだけど。そうなんだ。そうなの、そうなの。ただ外にね持ってったりするのにやっぱりあると便利だよね。こちらも電気になるんじゃないですか。それね、ランタンなんだけど。わお、いい、いいよ、明るい。ほら時計ついてんの、すごい。でね、アラームになるの。目覚ましでアラームになって、うん、光でも起こしてくれるの。音だけじゃなくて。すごい、ちょ、かわいいよね。かわいい、高級感あるし、よく似合ってる車にも。そうそう。ちなみに今日は花火大会が19時20分からということなので、あと1時間ぐらいです、ね。あ、じゃあ早めに買わないとポテト大行列になるかも。ポテトって？日本一のポテト。売ってんの？売ってるの。じゃあちょっと夜ご飯買いに、向こうにキッチンカーがあるんで行きましょう。モーター今回、花火大会のご飯は、普段ね、給電化は基本自炊のつもりです。うん。なぜかというと家電がいっぱいあるので、うん、こんなにあったら使いたい。そうけど今日はせっかくキッチンカーがたくさん出てるんで、うん、キッチンカーでご飯を買って食べます。イエーイ。金額に制限を設けたいと思っております。キッチンカーって意外とね、ほったかかったりするってことも ね、 ね、私たち2人のご飯で1000円、うん、ちょっと物足りない。3000円、5000円、それは豪遊。豪遊だよね。かき氷まで食べれちゃう。この金額をサオリンゴさんに引いてもらって今日の夜ご飯代を決めたいと思います。1000円だけは、どうにか1000円だけは避けなければいけない。1000円結構渋いよね。飲み物買えないよね。買えない。己の引きを信じて。運命の夜ご飯のお小遣い決め、どうぞ。これな、見えないんだよな。やっぱり真ん中にしてくる。すごーい。己の引きを信じた結果です。今日はキッチンカーで合意が決まりました。イエーイ、イエーイ。こうなる。あ、いいね。いいね。落ち着くわ、このリアの下。この椅子かわいい。これかわいい。これで、こっちにも行けんの？そう、ここはね、低いの、でも。いやいや、でもやば。はい、わー、やばい。嘘、ほんと？ここ。すごい。ここに、こうつくのよ。私さ、どこの、どこから来てもらってももう車から動かないわ。これね。いついちゃってる人です。うん。もう出られない人。こう。いや、最高。超いいよね。ひーぬむりぶしやわびるきしまなのいさはい、ということでこちら5000円です。てるるる、嬉しそう。朝もっといっぱいいたんだけど、うん、ちょっと減っちゃったのでこの2台の屋台を食べ尽くしたいと思います。はい、ビーフリポテトと、はい、あともう1個買うとしたらどれがおすすめですか。手割り、じゃあ手割りで、はい、手割りで。日本一はどれですか。日本一だとも人気ナンバーワンがケチャップ。じゃあオニオンビネガーマヨと、はい、私ケチャップ使わん人だからレモンタルタルがいいな。じゃあレモンタルタルで。ジャパニーズフレンチフライズチャンピオンシップ2023優勝だって、すごい。じゃあチーズバーガー一つと、はい、ハラペーニョバーチーズバーガー。わー、美味しそう。はい、ではいただきまーす。いただきます。すごい5000円飯。ちょっと半分になっちゃった。あ、かき氷。食べるね。買ってたね。ふい。うん。美味しい。溶けても美味しいよね。うん。これあれでしょ？日本一ポテトでしょ？日本一ポテト食べて。うん。うん。ハーブが美味しい。うん。私これ好き。スイートチリマヨ。じゃあこっちにしてよかったかな。うん。はい。はい。おう、これがね、なんと内裏の。素晴らしい。ほら、モーターズ。あれ、ほんとだ、はい、すごい。スプーンとフォークとカトラリーセット。これを半分にね。はーい。ナチュガールってやつもあるよ。え、すごい。ナチュガールあるの？ナチュガールの名前も入れてもらった。もう一セットの方に。すごい。うん、もうすぐじゃない？花火大会。ゴミ箱もここにある。楽しいね、この。うん、あ、え、あ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 、
わけだ。めちゃくちゃすごい。嘘。超似合う。移動しよう。すごい。これ会場2個なんだよね、やっぱり。ね。すごい良くない？最高。このプランを考えてくれた人は天才だと思う。泊まれるんだよ。車もあるんだよ。ここで寝られると。これもう最高でしょ。てかやっぱそのランタンいいね。いい。これ欲しい。ちょうどいいあたりが。めっちゃ欲しい。やばいやばい。花火大会撮ってたら充電めっちゃなくなっちゃった。すごい。もう 58% とかだけど、22時間スマホ充電できる。え、そうなの？うん。22時間？大容量すぎる。永遠に漫画読んでられる。これはこのトゥーゴーパワーさんのコタデンを売っているお店でいただきました。かわいいね。かわいい。つけちゃう？つけちゃおう。かわいい。かわいいね。アドバンス 900LFP、リン酸鉄リチウム採用の機種も登場って書いてあるから。安全性が高いんだよね、リチウム酸ってね。パススルー対応。充電しながら接続しているデバイス機器に電力を供給できます。あ、これに充電しながらも、こっからも充電できるっていうことだね。もう充電しながら給電できる。で、エコモードも搭載。1時間動作した後、本体が自動的に電源をオフにする。あ、つけっぱなしにしてさ、いつの間にかなくなっちゃってること、私今まであったんだよね。うん。勝手に切れてくれるのはありがたいです。どのくらい使えるの？スマホの充電が約45回。60W の冷蔵庫とかは 7.6 時間使えるらしいです。電子レンジも 0.6 時間。え、電子レンジ使えるの？何ワット？ 750W。ユーザー登録を行えば保証2年間みたい。素晴らしい。花火は最高だったね。花火面白かったね。よく見えた。ね、あんなによく見えてね。大パノラマで見えて。しかも幕張の花火すごい豪華だった。でね、花火見終えた後に。はい。いらっしゃいました。上のもののプロジェクターです。これすごいコンパクトでいいね。そう、ケースもコンパクトだし、あの、うん、サオリンゴ氏がさっきからとっても気に入ってるそのランタンと同じ会社の。あ、そうなんだ。同じところなんだ。オープン。はい、三脚と本体ですね。プロジェクター本体。リモコン。リモコン。コード。コード。アダプターと説明書と、あとここは持ち運び用の袋かな。よりコンパクトにプロジェクターだけを持ち運びたい時の袋かな。そうだね。すごいね。しかもめっちゃしっかりしてる。よし、じゃあセッティングしよう。クイックガイド。どこに映す？私さ、もし映ったらなんだけど、ここ映ったら寝転がりながら見れると思うんだよね。しかも、ピチッとしてるでしょ？うん。白いでしょ？最高なんじゃないか。こっち側にさ、三脚で置けばいけそうだよね。やばい、リモコンの電池が必要ですって書いてある。今はね、こんな感じで試してたら、つきました。アプリを使うと、お手持ちのスマートフォン、プロジェクターのリモコンキーボードとして利用できるそうです。あ、いけるじゃん。すごい。すごい。出てきましたよ。お。今日やってたのはこちらです。お、1話目だ。一人暮らしのテレビのサイズ。うん。ゲームやるならここ。モニターぐらい。音もできる。うんうん。あ、音も大きいね。上も置いてみる？行ってみる。うわ、見れたね。すごい綺麗じゃない？うん。くっきり。この車なんか見たことあるな。ここ乗ってますよ。まさかこの車？いや、なんか本当になんかさ、ちょっと空間が不思議な感じだから映画館みたい。わかる。リモコンの電池がなくてもこのように見られます。諦めなくてよかった。そう、本体でも操作できるし、スマホにアプリを取ったらスマホからでも操作できました。スマホの画面をミラーリングもできるみたいです。ほら、電気ついててもちゃんと見える。なんか全然明るいね。明るい。何ルーメンなんだろうね。すごい。明るさ調節もできるんだね。音量調節もスマホでできる。どれどれ。なんかしちゃった。ここ。あ、ほんとだ。あ、ほんとほんとだ。ついでといっては何なんだけどさ、ポタ電があるからポタ電に AC バッテリーちょっとつないでもらって音を確認したい。でいっ、はい、ふわーって言わない。静かだね。あ、でもちゃんとこっちも充電されてるよ。充電されるとここが光ってる、光ってる。
充電しなくてもさ、そのプロジェクター自体にある程度バッテリーがついてるといいよね。うん、これは壁にプロ2。壁にプロ2いいね。いい、すごく良い。でもとても静かだね。明るさは4000ルーメンでした。へえ、明るいね。めちゃくちゃ明るい。だから電気ついててもこんなしっかり見えるんだね。なんかもうテレビみたいだもん。うん。どっちでも最高。ちょうどね、朝から使い続けてバッテリーが切れたので、はい、うちのランタンも給電します。なんかやっぱりそう思うとさ、ポタテ1個ある方が便利だよね。やっぱなんか、ね、うん、コンセントの口が増えるって考えると、それだけでもだいぶメリットだよね。うん、これで黄色になって、緑になってブルーになってこれはここにぴったり、うん、そう、そこぴったりなの。しかもね、下滑らないから滑り止めみたいなのがついてるの。あ、ほんとだ。だからここに置いといて、しかも多分ここがちょっとあっちが深くなってるんだよね。うん、斜めに入ってる。飛び出てきづらいの。このために作りましたか。ほんとはペットボトル入れらしいんだけどね。モーター、はい、ということで、アソモビー、そして花火大会、宮殿くんの夜、いかがだったでしょうか。盛りだくさんだったね。楽しかったね。びっくりするぐらい。本当、あの花火は、みんなが知ったら、もう、うん、すぐ予約埋まっちゃうと思う。こんなにベストポジションで、車中泊しながら見れるとこってないよね。うんうん、ないと思う。多分ね、特に関東だよ。うん、幕張で、こぞってきちゃうと思う。次の日もアソモビやってればね。そう、てか次の日アソモビやってるから泊まって次の日も行けるのよ。そう、しかもほら朝食券キッチンカーで朝もらえるんですよ。しかもなんかお風呂にシャトルバスも出てたよね。そうそうそう、至れり尽くせりなんですよ。ほんとすごい。今回ね、あのノートを買うとか言っときながらノートいいのが売ってなくって、サウリーナさんに一回日記を書いてもらって、うん、でノート買った時に買って1個目の日記にしたいと思います、うん、はい。じゃあここに今日の思い出を書いて次に引き継げるためにしたいと思います。でこれをノートに貼ればね、いいもんね。そうそうそう、なんか一応交換日記みたいな感じでできたことを書くということ書きました。フライドポテト日本一を食べた、はい、花火が穴場スポットで絶景だった、うん、ふうみちゃんがキャンプ界の女王だった、なんだそれ、アソモビが楽しかった、うん、かき氷がすぐ溶けた、字間違えてんの。宮殿くんに乗りたいと思った、うん、チョモカちゃんにはよく会ってるけど、次チョモカちゃんとこの宮殿くんでどっかで落ち合う予定があるので楽しみですね。チョモカちゃんもどこどこを楽しんできてね。どこどこはそのうちのお楽しみです。はい、ということで今回のミッション、宮殿くんで夏を楽しむ、うん、ミッションコンプリートです。おめでとう。だいぶ遊んだね。いいなや、そんなね。うん、しかもお揃いでね、同じスパイスも買っちゃったりしたし、美味しそうだったね。あれ楽しみ、味見してね、いろいろ作りたいと思います。今回使ったキャンプ道具だったりとか、あとは今回来たイベント、アソモビだったりとかの情報は全部概要欄に入れてるので、そちらを見てみてください。この先宮殿くんで私たち日本全国旅していくんですけど、その旅の様子だったりとかはツイッターで発信してるので、そちらも概要欄から見てみてください。さらにここに行ってほしいとか、うん、あとこんなことやってほしいみたいなことがあったら、うん、コメント欄でどしどし教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、高評価お願いします。よろしくお願いします。では森ふうみとさおりんごでした。バイバーイ、おやすみなさーい。モーターツートンカラーだからさ、私の車と似ててすごい親近感があります。確かに、チョモカちゃん普段乗ってるのは何だっけ？ハイゼットなんだけど、うん、緑と白で本当に同じようなツートンカラーなの。一緒に旅できて嬉しいです。はい、なので今回ホイール協賛増えて、年間スポンサーさんに入っていただきました。ありがたいね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今から大洗フェリー乗り場に行きます。はい、せーの。はい、着きました。着きました。大洗フェリーターミナルです。じゃあ早速、私はフェリー乗り場から乗船します。手続きに。あ、そうでした、そうでした。そうでした。大丈夫、今回あのフェリーということでね、フェリーの、 あの先生のちょも方に来てもらったので、しっかりボケまくって、ボケまくって。じゃあちょっと行ってきます。行ってきます。はい、それでは乗船手続き行ってきます。ちょっと入ってるんですけど、それ以上はもう入らないんで。はい、でフェリーあるある、ドライバーと同乗者は別々に乗船するので、私はこっちから徒歩乗船します。じゃあね、また後で。バイバイ。はい、それ
では乗船行ってきます。私も車で乗船するので徒歩で長距離フェリーに乗船するのは初めてです。おはようございます。せーの、乗船しました。さよなら大笑い。飲食スペース、売店、ゲームコーナー、展望サロン、大浴場、サウナがあります。今日の寝床はカーテンで区切られた4人1室の相部屋です。プライバシーは確保されていて、シーツや枕もついてます。荷物置きのテーブルとかコンセントもあったりとかして、かなり快適です。2段ベッドじゃないので高さがあって着替えとかもしやすくていい感じでした。1時45分、いよいよ出航です。行ってきます。行ってきます。はい、ではそれではおやすみなさい。よく寝れました。よく寝れたね。そしていい天気だね。すっごいいい天気、かっこいい。全然さ、波も荒くないし、うん、とってもいい天気です。穏やかです。これから朝起きたら何をするんですか？恒例行事の売店に行きます。恒例行事の売店、はい、はい、じゃあ早速向かいましょう。こんにちは、5000円ください。はい、売店、何しに来たんですか？はい、こちらです。購入しました。何ですかそれは？フェリーの豆知識。船にはそれぞれ5000円っていうものがあります。5000円って何ですか？神社とかにさ、御朱印とかってあるじゃん、うんうん、ああいう感じで船にもあるんです。御朱印の船バージョンってことね。乗った時にこうやって日付を入れてもらって、柄もそれぞれ違うので集める楽しみがあります。かわいいね。サンフラワーしてとこって書いてあるね。これをちょもかちゃんはいつも船に乗るたびに集めてる。集めてるし、なんか御朱印帳みたいな感じで5000円帳っていうのもあります。今何枚ぐらい？今6枚目くらいです。いいね、はい、じゃあ私はスタンプがあるのでスタンプ押そうかな。あ、すごい、何それ。じゃじゃーん、日本一周パスポート。おお。こう行ったところを県ごとに書いてあって、これ前北海道行った時のやつ。いいね、そうやって重なってるのもいいね。そう。で、なんか見つけたスタンプを押していくんだけど、うん、そう。ってやつ。おお。なんかちょっと下の部分だけやるとかもおしゃれだね。うん、かわいいの。うん。行きまーす。せーの。ドキドキする。ほい。ぎゅー。ほん。お、いいじゃん。いいじゃないですか。大笑い、苫小牧か。おお。深夜便あんまりご関係ないから、ちゃんと買ってった方がいいかもしれないですね。うん、確かに、あの、ないって聞いてたけど、うん、思ったよりもなかった。うん。私も夕方便に乗ったことあるんですけど、うん、夕方便だと、あの、レストランとか、バイキングとかあったりとか、うん、設備も、なんかキッズルームとかもすごい充実してるんですね。うん、そうそうそう。だから、例えば家族で来るんだったら、絶対夕方便の方がいいと思うし、なんか一人で来て行くんだったら、あの、ちょっとメトロ感もあって、うん、そっちの方が旅情があって素敵だね。うん、すごい好きです、私は。じゃあ、そんな有名北海道フェリー女子のちょもかちゃんから。はい。お得に北海道旅した人多いと思うんだけど、うん、どうしたらお得に行ける？は車で行くことかなと思います。車ね。うん。
うん、短期間とかだったら、うん、まあ飛行機と宿セットとかが多いと思うんだけど、うん、もし長期で行くんだったら車を乗せていけば車に泊まれるからホテル代が浮くから安く行けるかなって思います。確かになんか飛行機で行くと、うん、ホテル取って、うん、行き先が固定されて、うん、レンタカーも借りると、うん、1週間とか泊まったら普通に10万以上しちゃうじゃん、うん、超えちゃうし時間守らないといけないし、うん、ゆるゆる旅はできないけど、そもしそのキャンピングカー仕様だったり、うん、寝られる車だったらフェリーに乗せちゃえば、うん、運賃いくらだった今回。今回は計は4万5000円くらいだった気がする。確か4万5000、6000円とかで、うん、2人それくらいだった。そう、2人と車で4万6000円だから、うん、まあ、往復フェリーで行っても自由に慣れた車で、ね、運転できるから、うん、そういう意味ではカーフェリーいいよね、うん、こう進んで行けるっていうのが一番いいと思う。宿が決まってたら戻らないといけないけどさ、うんうん、旅しながら疲れたら寝れるからさ、それ、うん、しかも宿代が浮くっていうのは最高だと思うんだよね。あとほらペットと旅できる。あ、それだね。それかなり重要だ気がする、うん、あと個室取っちゃえば、うん、あのお子さんとかも、うん、飛行機で行くよりかは快適に行けるかもしれない、うん、そうだね、うん、けど18時間かかる、うん、そう そこだけね、うん、でも意外とあっという間なんですよ。まあね、楽しいからね、うんうん。あとはあの結構クーポンみたいなのが出てたりとか、うんうん、早割みたいなのがあるのでホームページとかインスタとかチェックしておくと情報が出てるから安く行く方法がいっぱいあるかな、うん、ちなみに今回、うん、軽自動車だから2人と1台で4万6000円できてるけど、うんうん、なんか大きい車だと値段変わるんだよね、うん、なんか6メートル以内だとプラス8000円くらい。あ、じゃあハイエースのスーパーロングとか大きいキャンピングカーになると、うん、8000円ぐらいは変わっちゃうから、うん、お得に行くんだったら軽自動車がいいですよってことだね、うん、モーターズ、はい、18時間乗ってようやく苫小牧港に到着します。帰りは一緒に下船できるので車に乗って北海道に上陸します。結構遠いんだね。うん、そうか。あれ、どっちだどっちだ。我らの車見つけました。久しぶり。トモカちゃんのナマステ号にそっくり。笑っとる笑っとる。ただいまー。ただいまお帰り。ただいま。はい、よかったら。はい、ありがとうございます。目的地決めなきゃ、降りる前に。ね、ご飯食べ行く？うん、行こう。何の気分？さっぱり系？ツイッターで聞いておすすめされたのは、うん、クリッパーっていうお寿司屋さんと、うん、そばどころと、うん、あと三好の餃子。あ、どれも捨てがたいですね。おそばかしら。何が嬉しいってさ、ちょもかちゃんと九州も上陸したし北海道も上陸したから、うん、あと残すは四国だけなんだよね。おお、行きたいね。ね、全国制覇しましょう。ここかしら。賑わってるね。どこだった？12分です。蕎麦屋さんに到着しました。伝統の味、苫小牧33年だそうです。やってきました。冷やしトッパチそばと鴨せいろ。うん、美味しそうだね。美味しそう。これをかけるの、ね、そういうことか。いただきます。タコ、どうぞどうぞ。カモ、タコの天ぷらって食べたことない。いただきます、うん、確かに。あ、おいしい、うん、うん、おいしい。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。ね、美味しかった。さて今夜の宿を考えつつ、道の駅とかもありかなと思ってるんだけど、いいね、今そこに道の駅マップを置いてるので近場のいい道の駅を探してください。はい、はい、そちらはナチュガールの梅野ちゃんが描いたカーネルの北海道120スポット掲載車中泊スポットガイドです。おお、これは見やすいね。わかりやすいよね。あ、ここら辺だ。今が苫小牧は、苫小牧はここら辺ですね。ここら辺が苫小牧です。じゃあその近くの道の駅をちょっと、はい、道の駅はピンク色ですね。ちょっと見てみましょう。14番、ちょうどいいところ見つけました。はい、苫小牧市道の駅ウッドナイコー。ウッドナイコー、じゃあそこ行く。うん、ここ行きたい。梅野ちゃんが車中泊スポットって紹介してるってことは多分大丈夫だよね。うん、大丈夫。うん、じゃあ行こう。行こう。道の駅ウッドナイコー到着しました。待って、これ全部車中泊。うん、乗用車も車中泊だよね。あ、うん、フェリーに乗ってた車だ。あ、本当だ。夏の秘書はやっぱり北海道なんだね。そうだね。すげー、開放感がある。下側も全部ある。おお、すごい。お、網戸。そう。あ、窓開くんだ。開きます。すごい。開けて、暑い。暑いね。今日は北海道は猛暑日でした。うん。お、これをこう。ああ、それでこうすれば。すごい。そしてこれを下げて、これを上げるとこのように真っ暗にして眠ることができます。そうで、網戸にしてカーテンしたい人のためにカーテンもちゃんとついてる。おお、網戸にしてカーテン。おお、あ、しかもここがこうやってなってるから上に上げてもパサッとならないんだ。すごい考えられてるよね。うん、すごい。ちゃんと閉じるようになってる。網戸発見しました。これはどうやってつけるんでしょう。あ、こうだ。こっちが上だ。こうですね。で、横も虫が入ってこないようにしっかりとつけます。すごい、これは。これが下に入るんだ。そう、で、ドア開けるんだ。開けた、開けといて、そこから出入りもできるし、うん、窓だけ開けてもいいし。こうだ、こう。このように閉めておきます。それで、この下にできるってすごいね。うん。道の駅とかだとちゃんとドア閉めないちょっと心配だけどさ、うん、キャンプ場とかだったらいいよね。ね、めっちゃいいね。え、すごくない？涼しい。涼しい。風入ればすごい涼しいんだ。それでは北海道1日目の夜、はい、寝る準備ができたので寝ます。キーで2人寝たときの日はどんな感じが心配でしたか？全然大丈夫。天井が高いからなんか開放感あるね。すごいんだけど天井高いってこんなに印象変わるんだね。ちょっとさ、自分の車もポップアップにしたくなるね。ね、板張り可愛いとか思ってたけど、うん、おやすみなさい。ここは何ですか？ここはウトナイコでございます。白鳥が見れる。へえ、運が良ければいるかな。おはようございます。道の駅ウトナイコでの車中泊、はい、いかがですか？北海道だけどちょっと暑かったですね。暑かったね、はい、なんか昨日は 36.5 度の札幌猛暑日だったらしくて、ね、休校になる学校もあるほど
ばいね。やばかったね、うん、ちょっと今日は暑かったので涼しいことを期待して、うん、キャンプ場にね泊まりたい。楽しい、うん、そうキャンプ場に泊まりたいなと思ってるんだけど、まあ、せっかく北海道に来ているので、うん、ナチュガールメンバー実は北海道に何人かいるので、うん、ちょっとその子たちに電話していい車中泊スポットキャンプ場を聞いてみたいと思います。もしもし、丸のさん、おはようございます。お久しぶりです。丸のさん、うん、今実は北海道来てて、いらっしゃいませおすすめのキャンプ場を聞きたくて電話しました、うん、おすすめのキャンプ場ね、うん、いっぱいあるよ。車中泊するのに景色の良さそうなところがいいんですよね、うん、一番いいなと思うのが、うん、中洞爺キャンプ場っていうところが、うん、はい、洞爺湖に面してて、うん、夕日がすごい綺麗で、うん、であの今ちょっと暑いから林間サイトでおすすめです。おー、じゃあちょっとそこ調べてみます。そのキャンプ場の近くにスーパーがないから、うん、はい、先に買い物してって行った方がいいと思う。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、行ってみます。はい、おすすめのキャンプ場教えてもらいましたさすがだね。さすが丸野先生、すぐ出てきたね、うんじゃあご飯を買ってキャンプ場に向かうでいいかな、うん、そうしましょう。ちょっとまったりしたいよね、うん、ご飯のミッションをちょまかちゃんに用意しました。おードキドキです何でしょうか。ではこちらが、はい、ご飯のミッションカードです。ありがとうございます。お、ヘビソースで最高のキャンプ飯を作ろうでした。イエーイ。ヘビソースはこちらになります。ありがとうございます。こちらヘビソースでございます。はい、なんだこれ。そのテビソースは本来捨てられるエビの殻から抽出したエビオイルをベースに開発した万能ソースです。すごい、なんてね、魚介なしでも濃厚な旨味を味わえる万能ソースで、うん、例えばアヒージョとかパスタとかでもいいし、これを使ってちょもかちゃんに素敵なキャンプ飯を開発してもらいたいです。え、美味しそう。すごい何がいいかな。でね、常温で持ち運びができるから、こういう車中泊とかキャンプ旅とかの調味料として持ち歩きに便利です、うん、すごい美味しそうなの作れそう、ね、ちょっと考えてみてください。はい、じゃあそれをちょっと考えながら、はい、早速、うん、キャンプ場とスーパーに向かいましょう。向かいましょう。足もクラフツとエビの屋とフォレスターズカフェのトリプルコラボというすごい。どうぞ。おー、行ってきます。ではとりあえず丸七先生おすすめのスーパーに向かいます。はい、フードディーまで案内スタート。スタート。すぐだ。行ってきます。行ってきます。レッツゴー。どう、走り心地は。はい、すごいスムーズに走ることができます北海道の道が走れて嬉しい。タイヤもめっちゃかっこよかったね。ね、そう、タイヤとホイールの相性がとっても良い感じがする。そう、昨日暗くてさ見れなかったけどさ、朝見たらよかった。これがこの辺のご当地スーパーフードディーだったんですか。何作ろうかなと思ってて、レシピ見ようと思って、うん、でなんか Wi-Fi 使えるらしいんでちょっと繋ごうと思います。カロッツェリアの設定を開いて Wi-Fi、 そう、車内 Wi-Fi スポットから接続をお願いします。スタート。で、これか。うん、これを読み込みます。はい。え、もうできたんですけど。つながった。うん、確認します。もう来た、楽ナビ。つながった。つながりました。やった。じゃあレシピ検索します。これね、月額1100円なんだって。安い。安いよね。めっちゃいいじゃん。こういう車内移動とか車中泊してる人でめちゃめちゃいいよね、うん、いいねこれ。じゃあレシピを調べてください。はい、テビソース。そう、テビソース。テビソースのおすすめを見てみよう。まずはスーパー行ってきます。はい、買ってきました。イエーイ。これはアンドマイセルフさんの10リッターのクーラーバッグです。ちょうどいいね。
ね、一人二人で旅するんだったらとてもちょうどいい。あ、さすが冷凍品を上に乗せるというテクニックを。二人でございます。OK。今からキャンプ場に向かうんですけど、キャンプ場に向かう前に私が前に北海道に来た時に見つけた安すぎるガソリンスタンドに向かいます。楽しみ。いくらなんだろうか。ちなみに今の北海道の普通のガソリンスタンドの値段はこんな感じです。さあ果たしていくらなんでしょうか。177円か。思ったよりなんか驚愕の安さじゃないね。うん。でもすごい安かったんだよね。30円ぐらい違ったんだけど。うん。不況ですかね。そうやってきました。ガソリン本舗苫小牧店です。待って見て、現金3円引きだ。あ、本当だ。じゃあ現金ってことは174円ってこと。相当安くない？現金で、現金で商品の本舗ってことだった。え、待って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 、やっぱ安いよ。満タンで、満タンで、レギュラー満タン。エブリーは前なんだね。ね、チョモカちゃんのハイゼットはここ。あ、一緒なんだ。さて、いくらでしょう。158.9円。安い。22リットル入って3893円でした。運転しやすい？うん、すごいしやすいよ。スムーズです。ていうか自分の車とあんまり変わんないんじゃない？うん、全然変わらない。重さとか坂道とかは？まあ重い、この車は重いだろうけどさ、いっぱい荷物積んでて、でも全然気にならないよ。加速は大丈夫そう。うん、スムーズです。高速に乗りました。いい青空になってきたね。いいね、いい天気だ。高速もめちゃくちゃ快適に走ることができます。いいね、早いね。早い。うわー、北海道でキャンプ嬉しいな。嬉しい。久々だ、ね、キャンピングカーはキャンピングカーサイトがあって、うん、であとテントサイト と、車両が乗り入れられる車両サイトがあるらしいです。なんかいろいろ違くて、この車は一応4ナンバーなので入れるみたいな。そうですね。はい。流れてる。着いた。めっちゃいいね。じゃ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 ん。透き通っています。おー、いいね、うん、そもそも林間涼しくていいよね。ぬるいです。よいしょー。オープン。早い。おお、いいですね。やっほー。やっほー。スルスルスル。そうそうそう、よくできました。イエーイ。はい、タープ設営しました。私165センチなんで180センチくらいかな。でもここで高さ調整できるので好きな高さにできます。ここの幅も結構ありますね。日陰をたっぷり作ることができます。それでは今から椅子やテーブルを出していきたいと思います。はい、椅子ありがとう。なんとね、キャンプ道具に年間スポンサーがつきました。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。アンドマイセルフさんのキャンプ用品をいろいろいただいたので、これをね、この宮殿旅セットとしてずっと車に積んどく予定です。まず、もう何よりも座りたいので、このハイバックチェアを出します。ハイバックチェアなの？そう。いいね。キャンプ道具は慣れたものだね。うん、
あ、すごいすごい。雷かも。あ、上からやって下をつけるみたい。なるほど。なぜかっていうとハイバックなので。おお。あ、ここを入れるのね。そうそうそう。あ、ここ、こうやってなってるの、すごい。ここ入れにくい下のところを入れるためのフープがついてます。森風味のキャンプ講座、入れにくいこういう折りたたみ型の椅子は足を地面にこう押し付けながら、たゆませながら入れると入りやすいです。おお、できたあっという間。完成。はい、そして斜めがついてきます。やってみましょう。ここの後ろにあるのでマジックテープと言います。マジックテープがあるのでペタッと。これだけ？うん、これで居心地のいいチェアの完成です。ご飯でまったりしたいと思います。あ、これめちゃくちゃいい。チョモカ先生、これもあるのでよかったら使ってください。これは何でしょうか。もしや、これは立ててみましょう。これなくさないようにくっついてていい。おっと、あ、ここだね。ん、ここをこうして入りました。オットマン、よく名前が分かりました。はい、おお、快適じゃ。そう、このオットマンは分離式だから、うん、背の低い人も高い人も自由な位置に置けるし、うん、それだけでベンチというか座椅子にもなります。あ、これだけでも耐えられるんだ。座れるらしい。いいね。あのね、横のとこに収納ポケットとかスマホも入れられるし、荷物入れたり、反対側はねタンブラーとかも入るようになってる。すごい、めちゃめちゃくつろげるじゃん。いいね、いいね。さあ、この湖の名前は何でしょう。洞爺湖。正解です。なんか晴れてたらいいなって思ってたけど、うん、よどんでるぐらい涼しくてちょうどいいね。よどんでるってじゃん。風がすごいあって気持ちいい。じゃあテーブルを外に設置しようか。はい。これ？うん。おお。ボタンを押します。ここ？はい。押しました。はい、で、そっち側のボタンはそうグッて押しながら両方を持ち上げる感じです。なるほどね。で、こっち下がってそっち上がって取れる感じ。取れました。はい。じゃあそれを外に持ってってください。はい。はい。そして。これがそういうことか。そうです。これ何と思ってたの。シューン、できました。え、テーブルできちゃった。おー、これはいいね。いいよね。しかもいい高さ。ちなみになんだけど、ちょっとこっち来て。あー、ここになんかあります。ここにはめられるってこと。そう、そこにもはめられる。え、高さはどうなってるの。高さは足が継ぎ出せます。え、すげー。今時。次は何を出しますか。じゃあ焚き火セットの準備をしよっか。はい。そのアンドマイセルフのメッシュテーブル、うん、すごいトランク型でいいなって思ったんだけど、はい、ちょうどアンドマイセルフで同じように売ってる焚き火セットがセット丸ごとそのまま入っちゃいました。開けてみて。はい。オープン。え、それが圧縮入れ。火消し壺ってこと。そうそう、灰とかを入れられるの。すごい。そして下に引くやつ、焚き火シート。焚き火シート、これは皮膚希望かな。ピンポーン。こんな感じ。手袋、耐火グローブと、それ焚き火台。焚き火台と、わ、トングまで入ってました。すごくない。すごくない。これがね、うん、どういう収納しようかなと思ったらシンデレラフィットだったの。私が考えました。え、マジ。本来は売ってんじゃなくて、本来はこれセットで売ってるんだけど、うん、全部この、 あの灰入れに入れられますよっていう形だったの。それもすごいね。そう、それもすごいんだけど、このね、うん、ワンセットになってるの、う
ワンセットがさらにこのメッシュテーブルの中に入っちゃうという。すごい。焚き火台もね、すごく良かったから、これもちょっと開いていきましょう。はい。じゃあ焚き火の準備を始めます。はい、こちら焚き火セット。まずは焚き火シートを使います。こちらの焚き火シートがあれば、こういう綺麗な緑を守ることができます。なんかね、ほら、ガコって木が燃えたのが落ちちゃったりとか。そう、結構落ちたりするので、こういうシートで守ります。最近キャンパーの間ではこの焚き火シートとあとは焚き火台っていう台を使って焚き火をするのが一般的になってますね。そうですね。ちなみにここのキャンプ場も直火は禁止だそうです。お、なるほど。そして焚き火台を組み立てていきます。この手のものは私は初めてです。コンパクトでいいですよね。うん、これ灰受けですね。上から火が落ちてきてここで守るんですけど、これが落ちちゃった場合にこれがあります。そして焚き火台を組み立てるときは焚き火グローブがあると手を怪我しないで済みます。はい、2枚になってますね。こちら組み立てていきます。薄い ね。ここに入れるだけ。ここにはめます。片方はめたらこっち側もこんな感じかな。焚き火台はこれで完成ですか？完成です。すごい。これでじゃあここのところに薪を置いても安く感じだね。そうです。ここに薪とか炭とか置いて焚き火だったりバーベキューを楽しむことができます。じゃあもしかして向きはこうですか？こうです。なるほど、はい、コンパクト。これに入ってたんだもんね。そうだよ。めっちゃちっちゃくなるから車に常備しとけば焚き火やりたくなったりとかなんかやきたくなった時にすぐに始められます。うん、いいね。はい、付属品。うん、はい、こういうのが入ってました。はい、こうやっておくとこっちで炭をいじりつつもここでケトルとかでお湯を沸かしたりとか鍋を温めたりすることができます。つまりこれがロストル五徳ってことだよね。はい、五徳になります。すごい。3サイズご用意してございます。あとまだあるんですか？はい、ございます。よく見るバーベキューは海鮮とか、うん、お肉とか焼く焼き網ですね。おー、焼き網がこのところに置けるってことだね。はい、入りますね。あ、でも2段になってるからこっちも行けるし、うん、下段と上段と両方で網焼けるという、はい、調整してバーベキューできます。いいね。そしてもう一個あるんです。あら、ここでお肉とか焼いたりするじゃないですか。はい、これをはめることによりなんとこっちで保温しておくことができます。おー、ここに避けておける。モリモリバージョンでございます。すごい多機能だね。すごいね。これが全部セットで7980円ということで安い。安いよね、うん、初心者の人とかが何買えばいいか分かんないじゃん最初。焚き火セットって、うん、全部入ってる、ね、全部入ってるのが嬉しいね。嬉しい。メッシュテーブルも、メッシュってさ火に強いから焚き火にちょうどいいよね、うん、ね、めっちゃ便利。熱いものそのまま置けるしね。ちなみにそのテーブルは足の高さが変えられるそうです。え、そうなの？あ、本当だ、伸びたんだけど。2段階で使える。いいじゃない。どうですか、焚き火大好きなチョモカちゃんとしては。いや、これの燃え具合が気になってしょうがないですね。でもそんだけスカスカだとよく燃えるんじゃないかな。あの、うん、風通りがいいから結構ガンガン燃やせそうですね。じゃじゃん。何それ？これはまずここの手前の袋がどっちかっていうと本体なんだけど。あ、そうなんだ。分かったら早押しクイズで答えてね。はい、はい、どうぞ。なんて？コットン。ブブー。ん？何やそれ。あ、間違うな。あ、分かった。はい、物かけるやつ。あ、正解。ハンギングラック。何ラック？ハンギングラック。ハンギングラックって言うんだ。キャンプの椅子みたいな感じで見たくなんだね、うん、すごいコンパクトだよね、うん、え、すごいね。それ結構重いやつが多いじゃん。そういうすごい軽そう、うん、ほらそうだここにこの革ベルトがいいよね。あ、おしゃれ。レザー風。パチ。全部で5個吊り下げられます。これがですね、はい、ズズン、
じゃん。なんかめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。かわいいでしょ、うん、これはこのハンギングラックの上に設置すると天板になります。すごい、物が置けるってこと。そう、上に置けるの。初めて見たんだけど、おしゃれだよね。おしゃれじゃん、すごいいいじゃん。じゃあいろいろグッズがあるので、はい、なんだこれは。はい、こちらスパイスボックスです。あ、入れてきてくれたんだ、ありがとう。何個か使いそうなのは入れてきました。はい、じゃあこっちに入れてきます。かわいい、ちょうどいいサイズだよね、うん、これなんだろう、開けてみます。え、何？あー、マルチグリドルですね。マルチグリドルって何ですか？鉄板のなんかフライパンよりもっと浅くて、みんなでなんかワイワイ焼いて食べるのにちょうど良さそうな、やつ、ずっと使ってみたかったやつだ。持ち手がすごいかっこいいです。コーヒーセットにありますんで、チョモカブレンド、私がブレンドしたやつ持ってきました。はい、ライトです。かわいい、アンドマイセルフのオイルランタンにチョモカちゃんのタンクエプロンをつけてもらいました。富士山型のタンクエプロン持ってきました。これはね、この間アスモビにサオリンゴさんと行った時に買ってきたホットサンドメーカーです、うん、おー、オッケー、おー、いいですね、かっこいいじゃない、機能的だね、うん、よしよし、打ちやすい、打ちやすい、うん、かなり打ちやすいです。いいね、それさ、はい、これ抜くやつもあるから、こうやって、そうだよね、うん、いいじゃん、うん、コンパクトだし、あ、この本もいける、すごい完成しました、イエイ、イエイ、かわいいね、いいね、すごくいい感じだ、うん、はい、では頑張ったチョモカちゃんに、はい、私からプレゼントがございます。何でしょう、何か持ってますね、はい、焚き火好きなチョモカちゃんのために、はい、こちらです。ありがとうございます。なんだろう、じゃあちょっと焚き火の周りで開けてみてください、うん、はい、なんだろう、じゃあちょっと開けてみてください。はい、おミュートスホムラっていうブランドのアイテムです、ます。パカッ、おお、かっこいいぞ。あ、ナイフのケースみたいな。お、いいですね、サッシが。開けてみましょう。かっこいい入れ物に入っております。いきますよ。パカッ。うわー、バトニングナイフ？そう、ミュートスホムラのプロミネンス MH001 っていうフルタングのバトニングナイフです、うん、かっこいい、切り箱入りだ、すごいねわあ、重みがあります、すごいすごいすごい。フルタングっていうのはこの刃先からブレードがハンドルの後ろのところまで直通してるからすごくタフ、うん、バトニングしても丈夫で保たれやすい。このナイフ、ちょっと表と裏見てみて違いに気づきますか、うん、表、裏、表、裏、ここが違いますね。そう、まずそっち側はハマグリ刃っていうのになってて、うん、ハマグリ刃は、巻き割りがしやすい構造です。なぜかというと、うん、この細いところからだんだん太いところに変わっていった時に、うん、巻きがこう裂けていく、あー、なるほどね、広がっていく刃の形状になってます、うん、反対側はここがまっすぐ直刃になってるから、うん、あのフェザースティックって、あー、うん、作ってる、うん、こういうやつ、こうやって、あ、そう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 、うん、それフェザースティックっていう焚き付けを作るときに、うん、そっちの刃がまっすぐになってるものの方が作りやすいんだよね。そうなんだ、それでこっち側なんだね。そう、カバーです。かっこよくないですか、フルタンニンって書いてあったよね、うん、かっこいい、ベルトに通せるようになってる、なってますね、いいね、そしてここが二重になっているので、はい、このように入れて、キャンプとかの時さ、ちゃんとケースに入れなきゃいけなかったりするじゃん、うん、そうだね、あとここが分厚いからなんかグッて入れて破けちゃうこともなさそうですね。どうしたの、うん、これ入るかな、入るけど細い皮膚規模だったら入れられそう、うん、こうやって腰にやったら似合うね、はい、それでは早速新しいナイフの使い心地をね試していきたいと思います、はい、そしてまずバトニングという作業をします。バトニング、バトニングと
はこういう大きい薪をちっちゃくしていくところですね。でなぜ小さくするかというと、いきなりこれに火をつけても燃えないんですよ、うんうん、なので小さい薪を作る、細かくしていくってことかな。細かくしていきます。はい、はい、うん、木の繊維に沿って沿ってやります。そして必ず軍手をつけてやりましょう、はい、刺さっちゃうんでね。じゃあ叩いてみます。おお、節がありそう。あります。そのままいけるかやってみます。おお、いきますよ。はい、おお、はい、早いね。ね、どうですか切れ味は。切れ味とてもいいです。松とか杉みたいな針葉樹の方がこういうバトニングはしやすいんですけど、広葉樹でもしっかり硬い木でもしっかり割れるという。でこうバトニングしましたら、次はですねフェザースティックというさらに火がつきやすいものを作っていきます。はい、こっち側の面でやっていきます。はい、これを押さえて下にスッと力を入れていきます。これもっとね上手にできるとくるくるってなるんですよ。それを皆さんにお見せしたかったですね。でも私もフェザースティック作りに挑戦してみます。はい、ナイフのこっちとこっちで形が違うの面白いね。ね、初めて見たよそういうの。スーってスーってやってる ね。こういう感じかな。そうね。おお。そうだ。はい、ここでフーミのアウトドア豆知識。はい。ナイフを使うときは、うん、体の正面じゃなくって、うん、横で使います。なぜですか？体の正面でナイフを使ってしまうと、うん、危ないから。おー、こっちの横で、うん、なんか切るのとかも残るのとかも作業しておけば、うん、なんかあってなった時に体には当たんないけど、うん、正面でやってるとこういうとことかを怪我しちゃうから、ちょっといなして、なるほど、この姿勢でおやる。素晴らしい。そろそろお風呂行く？お風呂ね、源泉かけ流しで加水なしだって。すごくない？電話で中東屋キャンプ場を教えてくれた丸南先生が来てくれました。仕事終わりに来ちゃいました。嬉しい。はい、では今からここのお風呂にみんなで入ります。行ってきます。しっかり札幌クラシットも売ってるし、アイスだったりキャンプグッズもここで、センター等の受付が終わっても温泉で全て買うことができます。お風呂に入ってきました。とっても気持ちよかったです。気持ちかった ね。さて、じゃあお腹もペコペコなんでご飯を作りたいと思います。今回のミッションはヘビソースで最高のご飯を作ろうなので、こちらのソースを使ってオイルフォンデュしていきたいと思います。楽しみ楽しみ。使う食材はこちらのソースとトマトと人参と北海道アスパラ、あとチーズとかです。ソーセージも買いました。早速切っていきましょう。ナイフがね、さっきバトニングで紹介したもの、こちらも使えるのでこちらで切っていきたいと思います。食材もいけるってすごいね。ね、すごい。はい、見て、ここいっぱい収納あるんですけど、ここ気になりますね。あ、意外と広い。こっちもこっちも、ここに明かりちょうどいいのが置いてあります。じゃあ切っていく。フェザースティック、皮をちょっと、あ、丁寧だね。あ、切りやす。さすが直刃。さすが。あ、人参がバトニングされてますね。メリメリって言いました。
調理しやすい？しやすい。ちなみにそのテーブルさ、うん、テーブルだけじゃないの気づいてた？うん、なんか気になってんだよここが。おお、そしてこれどこ、これん、これそれは FF ヒーター。あ、ここでやった。そう、そこに蛇口の、うん、なんていうの、そのノズル、うん、ノズルは右側か。そうね、あ、伸びたよ。そうそう、シャワーもね、外に出して浴びれんの。いいね。あ、じゃあああやって湖で遊んだ後に足洗うことも可能なんだ。できます。閉じれる。え、これ、うん、反対側に金具がついてて、金具を引っ張ると下に。おー、待って、足が引っかかってた。え、すごくない？すごいよね。え、すごいんだけど。切れましたか？はい、切れました。こちらの食材を温めたいので、ここについている電子レンジを使いたいと思います。はい、電子レンジの電源は、うん、その下でもつけられるんだけど、うん、多分そこの下探すよりも、うん、あの上の赤いポチッとなをすると、ポチッとな。おー、今野菜を包んでちょっと水分を含ませた布巾を入れます。すごいね。熱くない？うん、大丈夫。おー、美味しそうです。いい感じ。だいたい6分ぐらいやってちょうどよかったです。こちらオイルにフォンデュするものたちです。仕込み完了。仕込み完了。彩り豊か。いいね。美味しそう。わー、パーティーだ。すごい。わー、すごい。すごい。わ、パーティーじゃん。すごいね。美味しそう。マルチグリドルにヘビソースを入れていきます。わー、楽しみ。すごい。あのね、常温でもいいんだって。便利だね。めっちゃありがたい。ね、うん。おお。まったりしてる。ね、いい匂い。うわあ、ふつふつしてる。美味しそう。それではディップして食べましょうか。ディップしますか。うん、じゃあとりあえず、まあ、乾杯しましょうか。そうですね。はい。コロキュラシップ。うわ、いい音。いい音。イエーイ。ありがとう。ではでは、ついて、ワイドキャンプに乾杯。ブロッコリーからいただきます。リップします。うわー、熱そうだよ。いただきます。熱そう。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しそうね。しっかり味がついてる。あ、そうなんだ、うん、めちゃめちゃ美味しそう。ちょっとピリ辛。あ、そうなの。じゃあ先、うん、お酒に合うね。めちゃくちゃ合う。いいね、進む。いいね。え、私もブロッコリー食べたい、うん、いただきます。はい。熱そう。怖い。美味しい。めっちゃうまい。香りも強いけど、ちゃんと味もすごいしっかりついてる、うんうん。なんか、エビの味がすごいね。うん、ほんとに、うん、美味しそう、美味しそう、こうやって欲しい。ねえ、美味しそう。うわ、バケット欲しい。バケットね、バケットだわ。何これ。
人参が合います。カラスパを茹でていきたいと思います。はい、わ、第2形態ですか。第2形態です。あれれれれれれ、オホーツク、オホーツク流法塩レモンサワーの素。美味しそう。エビソースパスタ出来上がりました。はい、とっても美味しそうです。第二形態。はい、第二形態です。ちなみに酔っ払ってますか。え、酔ってないです。あ、美味しい。な、いいね、うん、おはよう。宮殿2日目の朝でございます。昨日涼しかったね。ね、6時くらいにちょっと寒くて目が覚めました。そして景色がこちら、すごい綺麗。晴れてよかったね、うん、いや湖いいね、うん、最高です。そして体も痛くなく快適に眠れております。今から目覚めのコーヒーを飲みたいと思います。はいはい、それではコーヒーを入れていきたいと思います。こちらをいただきました。コーヒーセットのセット内容はこんな感じでございます。コーヒーミル、豆を入れて挽くやつです。そしてその挽いた豆をこちらに入れて、でこれがフィルターがついているので紙のフィルターとかいりません。メッシュドリッパー。はい、メッシュドリッパーです。ここの部分が空いているので自分の好きなマグカップを入れてコーヒーセットとして持ってこれます。豆も入るんじゃないかな。こういう感じでまとめることができます。じゃあ入れていきます。はい、コーヒー豆引いていきます。モカブレンドです。あ、そこがクリアになってるのか、うん、最高の景色だな。あ、すごいねこれ。そう、チタンのマグカップとステンレスのタンブラーがスタッキングされてます。すごいこれ、飲み口ついてる。しかも飲み口もね、うん、閉まるの。これすごい。ここスライドして、本当だ。ここもグッてやると取れます。しっかり止まってます。面白いね。朝コーヒー欠かせない？欠かせない。では朝ごはんを作ります。作ります。ホットサンドメーカーでホットサンドを焼きますよ。今日は、はい、じゃじゃん、ポテサラ。ポテサラです。にこれいく、うん、いいね、多分合うと思うんだ、うん、昨日のテビソース
追加してみます。たらーん。そしてこっち側のエビの本来廃棄されちゃう部分なんだって。もったいないね、こんなに美味しいのに。うわ、これ絶対美味しいやつだ。美味しそうだよね。絶対美味しいこれ。だって北海道のじゃがいもにさ、テビソース、そうもいけるし、うん、三角もいける。あ、三角がいい。え、絶対美味しいやつだよこれ。美味しそう。貝割れを入れて閉じます。綺麗に閉じられるんでしょうか。ちょっとここで調整しよう。ただね、どうだ。パカ。うわ、美味しそう。コロリン。あ、いいね。かわいいですね。いけました。美味しそう。焼けました。焼けました。じゃじゃーん、うん、いただきます。いただきます。まず耳、うん、ちょうどいい焼き加減、上手だね。おいしい。そして真ん中へ。おいしい。エビの風味がポテサラ合うね。うん、これ夜のおつまみにもめっちゃいいと思う。そう、余ったポテサラをそれだけで食べたら、うん、テビソースがすごく美味しかった。うん、美味しい。合う。え、めっちゃ美味しくない？今やっと具に最後についた。美味しい。美味しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ毎回恒例の交換日記をつけてください。はい、ここにしまった。小学生みたいな。2箇所も漢字間違ってる。当選記念です。楽しいね、こういうのね。うん、なんかあった方がいいかなって思って、うん。2023年8月23から25日、大洗から苫小牧、ふうみちゃんと深夜便フェリー、レトロな雰囲気が旅を盛り上げてくれました。18時間は長いけど、それがまた楽しくて、夜に一緒にカップラーメンを食べたのがいい思い出です。瀬戸内湖が美しくて、今度は野鳥に会えるといいな。中洞爺キャンプ場は息を呑む美しさで、朝起きた瞬間の湖は、バンライフの楽しさを全力で感じられました。ナチュガールの皆さんがこの車でいろんな景色に出会えると思うとワクワクします。チョモカ。モーターズ。はい、ということで、もう何日泊まってる？3泊4日目？そうだね。の北海道旅がいよいよスタートしました。次回もね、北海道のいろんなところを回って、さらに北海道キャンピングカーショーに行く予定なので楽しみにしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、高評価お願いします。で、今回紹介したアイテムだったりとかは全て概要欄の方に貼ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。旅の様子はハッシュタグ宮殿旅で発信してます。チェックしてください。ツイッターです。お願いします。お願いします。以上、森風美とチョモカでした。バイバイ。バイバイ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。